クリシュナ・ムルティとクリシュナとラーマ・クリシュナは別人です俺クリシュナ・ムルティしか知らないわうん俺が知ってるのはある「ヨギの自叙伝」っていうのをの著者の,著者の,あのビートルズとかあとえー、っとなんだっけ なんだっけな、えー、とスティーブ・ジョブズとかに影響を与えたって言われてるヒッピー・ムーブメントを作ったって言われてるそのクリシュナ・ムルティの方うそ知らないですね、うん、すいません勉強不足です申し訳ない、うん、そうそうイン,ドインドカレー食べに行ってクリシュナっていう名前の人がいてあこの人は多分 コンビニかコンビニの店員さんでクリシュナっていう人がいて多分インド人なんだろうねおクリシュナさんかかか勝手に思い込んだよこの人は徳が高そうだなどういう意味なんだろうねクリシュナってうんうん もしよかったら対談するめく黒さん LINE でどうですか一緒にダベります宗教枠全然ウェルカムですよ 今川さんに譲ります今川さんはかけてこないでしょなんかスカイプがいいって言ってるから俺はいいやもうめんどくさいと思ってる多分かけてこないと思うスカイプじゃないと嫌なんだって こ,こで割れてますいや別になんか俺はふ別にスカイプ出ることは構わないんだよスカイプ別に ID 持ってるのただそのコラボをしたいってお願いする立場が何かを指定するって結構失礼なことだと思ってて俺から今川さんに何かをお願いするんだったら俺は向こうが指定してきたものを乗っかるのだけど凸したいとかコラボしたいって向こうからお願いしてるわけじゃん今川さんからで LINE だったらいいですよって言った時に LINE も用意できない人と話したくないっていうただそれだけなんだよねいじ <laughs> っぱりな <laughs> めんどくさいじゃんもうその時点で、うん、結構俺そういう礼儀みたいなのを大事にするから、うん、なんか自分から言い出すんだったら自分で何かを用意するって求めるところがあるんだったら俺は折れるべきだと思ってるから新しいフォロワーさんリリーさんフォローありがとう、うん、俺はそういう考えですね ワワドドー,ワールド展開しちゃってくださいいやまあまあ全然ね何だろうなんだろうなまあめくらさんはほら宗教いっぱい勉強してるだろうからあんまり面白くない話かもしれないんだけどその仏教の仏教でいいじゃあ、うん、一番関心があるのは仏教なんだけどそのじゃあ仏教語ってこうか。あのの仏教の一番面白いところって 今やってる仏教ってあるじゃない日本で浸透してる仏教でいいんだけどそれは俗に言う大乗仏教っていうジャンルなんですよ。でその大乗仏教っていうのと正乗仏教って呼ばれてるもの2つあるの大乗正乗って。で俺は正乗仏教っていうのは差別用語だからあんまり使うの嫌なのね。俺は上座部仏教っていう言い方が正しいと思ってる。まあ2つの大きなジャンルで2つあると。上座部仏教と大乗仏教っていう。で 俺は大乗仏教がいい悪いって話じゃなくて大乗仏教がいいか悪いかは置いておいて俺は仏教だと思ってないの。あるいは儒教であり道教の色が強すぎるのよ。っていうのもあのそこが面白いところなんだけど仏っていう概念って釈迦のことを指す言葉じゃないのよ。仏教を信仰してたら仏ってたくさんいるのね。それはまあ仏教やってたらみんなわかることだと思うんだけど仏さんってたくさんいると。でランクがあるって言って。 で仏が唱えたことだったらどんなことでもお経にしていいっていう変なルールがあるのね、うん、それって後から付け足しできるんですようん、トマベチ君が言ってましたねトマベチ君が言ってるっていうよりもこれはいろんな宗教学者が指摘していてトマベチヒデが声がでかいだけだと思ってる最近で言ったらそれはね俺トマベチヒデこっから引用してるなっていうのいっぱい知ってるんだよ トマベチヒデトがドヤ顔で言ってるることあるじゃん例えば「空とは数学の点である」って言ってるのはあれトマベチヒ秀トの考え方じゃないのね。あれ小室直樹先生の考え方の。だからあトマベチヒ秀ト小室直樹の本読んでんだなっていうのが俺は分かる <laughs> すごい。まあ彼のオリジナルで面白いところはいっぱいあるんだけどでも。 最近、トマベチすげえなと思うのが、要はトマベチ信者が多すぎて、トマベチが考えたことみたいな広まり方をしてるから、そこは引用元をちゃんと説明すべきだなっていうのが、俺はトマベチのずるいところだなと思って。え、大乗派なんだ。俺は大乗、正直苦手ですね。大乗仏教は明らかに間違ってると思ってる。で、なんで明らかに間違ってるかっていうと、まず、ブッダっていうのは偶像崇拝を禁止してるんだよ。明らかに。 ダメですって言ってんの。なのに、仏像を作っちゃってるじゃん。で、あの、呪文を禁止してるのに、お経を唱えてるでしょ。<laughs> ね。で、冠婚葬祭に関わるなって言ってんの。あれは宗教だから。うん。はい、血圧計算いらっしゃい。でしょ全部やってるんだよ。<laughs> ブッダがダメだって言ったこと全部やってるの。それってもう仏教じゃないんじゃないのっていうふうに俺は考えるのね。だから、 あの正直言うと大乗仏教は否定派あ。否定派っていうよりも別に大乗仏教やってもいいんだけど仏教を語らないでほしいっていう。釈迦は呪文嫌いな個性を持った人ですから。うん、違う違う呪文の禁止したのは簡単。あのね、ブッダって、あの、マガタ国に生まれたからマガタ語を使ってたはずなんだよ。あの、主要言語。 だけどねパーリ語とか要はその時のインドの要は大気説法っていう論法なんだけどその人頭のいい人には頭のいい人がわかるようにバカにはバカでも理解できるようにっていうことで多言語を使って話してたのよブッダってバイリンガルとかだったのねだからブッダが言ったのは要は中国人が困ってるのに日本語で教えを唱えてもダメですよおーいリュウさんいらっしゃい ひびかあんなまじださん応援ありがとうございます花火ありがとうーちょっと待って待ってじゃあ花火10個すげー <laughs> 花火10個ありがとうございますリュさん血圧計算風船ありがとうメイチュン風船ありがとうねちょっと話に戻るんだけど呪文を禁止した理由っていうのは相手がわからない言語で話してもそれってお前の自己満だろうっていう仏教の本質っていうのは困ってる人を助けることが本質なんだって言ってんの だから呪文が嫌いいなな個性を持った人じゃないのよこれを聞いてどう思うクラさんブッダが言ってる方が俺は絶対に正しいと思うのだってさ半仁屋ハラミータってさ徳の高い呪文いっぱいあるよ半仁屋神仰とかさ結馬経とかいろんなのあるでしょ意味分かってる人いないでしょ、うん、分かるはいや、ま、中には分かる人いると思うんだけどその 浸透してないと思うよハンニャハラミタっていうい、ね、言葉は唱えられるかもしれないけどあれが中国語なんだぜ。で中に何書いてあるかわかるって色素く絶空の空の意味もわかんないし全もわかんないでしょ。色季、季もわかんないんだよ。これって俺ダメだと思うの。マントラ用がマントラ禅。題目で悟る人がたくさんいますから呪文と言います。わかるよだから俺はだから成田山の系譜だから空海の方なんですよ。 空空海海の成田さんって空海でしょだからあそこってさ真言宗だから真言ってもマントラじゃん。俺はマントラダメだと思ってる、うん。っていうのもそのマントラを唱えて悟るっていうのは言葉の魔力使えてないよ。霊力を使えてない。そもそもそれは体系化された体系化されちゃってるんだよう。俺はだからカルト宗教にしか見えない。 変な言葉を唱えて,て例えばそのチ,ベット語とチベット語なんだよオウム真理教のオウムとかフームとかであれ真理って意味なのね空海君も呪文で悟りましたから俺はだからそこは否定派それはブッダが言ってることと真逆だからだから空海は悟ってもいいと思うのただ仏教って名前は付けないでっていうのが悪魔でしょう。 別にいいの。マントラで悟ったとしても何であってもいいけど、ブッダの教えではないよっていうのが俺の主張なんだよ、本当に。だってブッダ、それダメだっつってんだもん。今ライン入れたけど使い方わかんない。オッケーオッケー。えっ、ー、とね、今川さんいいね。うん、もうちょっと好きになったわ。折れてくれたんだ。ちょっと好きになったよ、俺。ありがとう。優しいね。うん、大人だよ。俺より大人。えっ、ー、と、まず今川さんね、この LINE っていうのを URL、これね、 これクリックしたらもう一発で起動されるから、これクリックしてください。そしたら勝手に LINE が起動する。それでもわかんなかったら言って、これクリックしたら OK。来たね。対談来るよ、これ。うん。これ、この放送をクリックすると LINE に飛ぶから。で、飛んだページクリックすると LINE に勝手に俺が導入される。そこでスタンプ送って、スタンプとかなんか、あの、今川だよとか言ってくれたらいい。今川さん折れてくれたから大人だね。 うん、<laughs> こういうとこ好きよやっぱね大人は柔軟じゃないとねじゃあ今川さんと語りますかバトルしますかそうだからそのマントラで悟るとかもあると思うんだけどそれがその本質かっていうところは神回ではないと思う おおダイヤモンドありがとう帰省したらまた顔出します。ゆっくりお話聞きたかった仕事中。ありがとうございますすいませんまたお待ちしてます、リュウさん。いつもありがとうございます。ダイヤモンドありがとうございます。ありがとうございます。今日はちょっと凝った話なんで、宗教フリークたちがね、結構ね、面白、おかしくレスバトルするような感じになると思うんで、結構面白い。だから、その、俺は別に空海を否定してるわけじゃないのよ。 その空海を否定しててるんじゃなくて要はね例えばマカタ国って北インドだからネパールとかインドとかな要は碧地なわけだそこの王様やってたわけでしょでそっからそのなんだ諸白海佐護城孫悟空とか、ね、三蔵奉仕たちがこうシルクロードを渡って天竺に行った天竺ってインドのことだからで持って帰ってきたのでその時に教えを競技化したのが呪文でしょ要は経典なわけだ お経ってやつね今川杉作で検索ちょっと待ってそれで出んの今川杉作今川杉作出てこないよ出てこない ID 検索ってできんのかなあのね LINE は ID があるはずなのだから ID を教えてくれるかもしくは QR コードを教えてくれないけど URL が切れてる え、俺の飛ばないみんな。飛ぶっしょ。え ?LINE 飛ばない飛ぶよ、俺。俺のは飛ぶけど。URL 切れてっかな。嘘ちょ、っと待って。見てみると。飛ぶようん。飛ぶよこの URL で飛んだよ。飛んだ。飛んだよ、ちゃんと。 飛んでるよこれ今キャプルーよらほら出てるじゃん URL 踏んだらこのページが出るはずなんだよでこれ URL クリックしたら出てよほら QR コードで LINE 友達追加出てるじゃん、うん、できるはずだよ、うん、俺はできてるよ自分でなんでできないんだろう飛ばないだからなんつうんだろうな うん釈迦うん,なんかそのなんつうんだろう偽るのが嫌なんだよねそのブッダが言ってないことを言ってると思うん、うん、飛ばないってなんだろう今川杉作で検索はできないはずなんだけど LINE でしょ ?LINE は ID を打たないとダメなんだよなんでできないんだろう今川杉作。 もしくは QR コードを送ってもらいたいんだよな、俺に。ま、うん、いったね。出てこない、俺の。今川さん。まあいいや。で、まあ話に、元に戻すと、俺が、ブッダがなぜ偶像崇拝を禁止してるのかとか、なぜ呪文を禁止してるのかとか、 ブッダのいいところっていちいち喋ることに理屈がついてるの、ね、無駄なことがないんですよ。なぜ偶像崇拝がダメなのかマントラがダメなのかっていうブッダの説明原理っていうのが腑に落ちるの。要はカルトに聞こえないの例えば「うーんふうんふうん」って言ってるお坊さんと「呪文はダメだよね」って言ってる人いたら「俺は呪文ダメだよね」って言ってる人の方が正しいよねって。 ここの人の人方が言ってること正しいなっていいうののを客観的に判断したの、うん、釈迦はバカれいやどうもまあ理屈っぽいところあるからな、うん、理屈っぽいところあるけどなんて言うんだろうそのうんまずそのなんで大乗が嫌いかっていうところのいくつかの要点の中に悟りっていうのは自分で向かわないといけないのにその。 何かを唱えたら救われますって俺傾教の影響を受けてるとしか思えないんだよ。私は実は初期仏教から入りましたから原始仏教から入ったんだ。うん、でそのまあ全然いいんだけどあの大乗皇帝派でも。うん、だから大乗の素晴らしいところっていうのはやっぱ空の展開とか理論武装そのまあそれこそ言うならナーガルナール・ジョナとか社会よりも理屈唱えてるわけだから。 よよりも論理派だだとは思うんだよ学問として大成させたわけだから俺はでも空のその考え方とかは好きだけどうんナーガール10別に嫌いじゃないしすごい頭いいなとは思うけどなんていうのかなうんうん難しいよね <laughs> うんうんうん まあ釈迦が言ってたことがおそらく正しいだろうとまあでも分かんないよ釈迦が実在したのかどうかさえさ証明しろって言うと難しいわけだからできないわけでしょだってもうその一番古いってされてても釈迦が死んだから600年ぐらい経ってるわけだから 女のレイプ伝説どう思ういやでも面白いなって思うのはその釈,迦に釈迦も属性にま,もまみれてるわけじゃん。要はもう女体盛りとかさもう女に困らない食い物に困らない酒も飲み放題みたいな堕落した生活してたし要はなんか煩悩を満喫するっていうか煩悩だらけの生活だったわけじゃん。そっから逃げ出すっていうエピソードも面白いしその龍女がその友達と。 あの秘術を使ってレイプしまくって腹ませまくって殺しまくってっていう事件のそのエピソードが面白いなと思うよそのなんつうか煩悩ありきの世界から入ってくじゃん仏教のエピソードって要は煩悩を否定するところからはが根本なわけだからうん面白いよね <laughs> レイプ伝説はどう思うっていうかあ仏教っぽいって感じがする要はその 欲望の否定から入るための欲望にまみれてたでしょっていう前提のエピソードこれは物語としてうまくできてるなと思うどう思うかって言ったらあ物語としてはすごい構成がしっかりしてるなっていう PC なんで QR コード読めないああ いや、UR コードー、めんどくせえな、ちょっと待って。<laughs> UR コード読めなくても、QR コード読めなくても、例えばね、このページに行ったはずなんだよ。このページ行ったでしょ友達を追加。LINE を起動して、その他友達追加で QR コードスキャンします。えー、え、LINE がもし開い、えー、どうしたんだっけな。 QR コードで友達追加できない。どうすりゃいいんだえパソコンでやったから。あーどうすればいいんだろうえパソコンでも開けないどうすればいいんだろうな。じゃあ、あの、ID を教えてよ。ID 検索できたっけな ?ID を教えて。 友達追加するからこっちで今川さんの ID を教えて IDIDID ID ID っつってわかるかな ?ID 検索できんのかな公開してないんだろうなえどうすればいいんだろうなもうじゃあいいやスカイプでいいや <laughs> スカイプでいいよスカイプ起動するよめんどくせえ折れるよこっちが。 スカイプかけてきてきるじゃんスカイプ起動してよ今めんどくさい俺のスカイプ知ってるよね今川さんねスカイプ起動してよといや今川さんいくつか知らないもん俺年寄りってわけでもないでしょいたいた 決まったよあちょっとあもしもしちょっと待ってくださいあ,、うん、あすいませんお待たせしましたすいませんなんかお,お,お時間かけちゃって <laughs> いや全然構わないですけど <laughs> 全然構わないですけどいやえー、っとふわっちで宗教の話し,しないからもったいないなと思っていや全然やりますよただ客層があんま求めてなかったんですよ宗教 まあ夜中ですしまあまあ全然、うん、僕は好きなジャンルなんであの要望があったら全然やろうとは思ってたんですけどどっちかっていうとえー、と僕はキリスト教とか詳しくないから、うん、多分それを比較してみてらっしゃると思うからそれを聞きたかったんですよだから目倉さんの質問とか、うんうん、聞いてあげた方がいいかなと思ってああいやでもその目らさんとは多分ね価値観が合わない要はね あの大乗仏教好きだしマントラ肯定派じゃんだからあの俺はマントラダメだと思ってんの正直その辺はどうなんですかマントラあり,ありですかえー、例えば言葉とか言語、うん、あの国によって違うけど、うん、えー、ガイアあリーマントラとか、うん、僕はありだと思いますけど だってさマントラの本質ってさ言葉の意味をなしてないじゃん要は<ー>要はその日本人だったら日本語のマントラで唱えてる宗教とかちゃんとあるんですよはい、うん、でそこってあの例えばそのチベット仏教のマントラとかってちゃんとチベット語でやってるわけじゃん意味がわかる言葉で俺あれは意味があると思ってるんだけど 中国経由で持ってきたマントラとかって結局なんか中国でお,お経化してるわけじゃん,なんか中国人はあれ意味が分かってるわけよ俺はそれはありだと思ってるのあのお経に関してはで空海とかを持ってきたのってさらにそのありがたい本家の言葉だっつって本家の言葉をそのまま日本に持ってきてるわけじゃんだから大乗仏教ありきでやってるから俺ダメだっつってんのよ で大乗仏教を否定してるわけじゃなくてそれはなんかね日本の仏教の歴史で大乗が入ってきてでその次座禅禅僧になったわけじゃん勝手に先祖返りしたの輸入してきたわけじゃんでその後に最後原始仏教入ってきてるから時系列がめちゃくちゃなんだよ、はい、だから自然発生していってそういう流れを組んでたらその理解はあるわけじゃん彼らの中で要はオリジナルとして昇華させていくわけじゃん 仏教とかっていろんな土着の宗教と結びついていくからシベット仏教とかもそうじゃんなんかカルマを肯定してるじゃん彼らって生まれ変わりを、はい、輪廻とかだけど俺は日本がやってるっていうのはなんか日本人のそのいいとこ取りの気質があっていろんな宗教都合よく取り入れていくじゃんその部分的に教義の本質じゃなくてなんかそれがなんか悪いふうに出ちゃってるのが仏教だなっていうふうのは感じる仏教 のほとんどが仏説だとは俺は思ってない簡単に言うと日本の仏教否定派全般的に確かマントラで言ったら一番最初の、うんえー、サイババとかが唱えてるやつは、うんえー、確かね「英知に感謝しよう」ぐらいなことしか言ってないんですよ産、うん、行ぐらいしかなくて、うん、同じこと永遠ループしてるんですけれども、うんうん それが多分一番最初のあたりのマントラの原型かなと思ってるんだけどそこから日本に来てる南明本霊系教とかだんだん複雑になってですね長くなっていろんなこと言い出してるからおかかしくななってのとそもそもさお経の始まりってさあのサンガから来てるわけじゃん。 ブッダが死んだ時にお経に残していいですかって言ったらブッダはダメだって言ったわけじゃん最後のあの涅槃に入る時にはいでじゃあ香典で伝えていってもいいですかって言った時に許可をしたわけじゃんだから毎朝ブッダが死んだ後集まってお金集まってよブッダが言ってたことこうやって唱えてたのが始まりじゃんもともとはいで何百年もずっとそれを続いてきてで中国人がそれをお経に書き始めたのが始まりでしょ だから、この時に俺、もうずれが生じてると思ってんの。はブッダがダメだっていうことを、そこをずれて、もう捉えてるから、こっから俺仏教だとは思ってない。こっから先は。えーうん、うん。で、そういうん。うん。 でサイババがその何を唱えてたのかはいいんだけど俺はサイババがその現地の人に現地の言葉で唱えてるんだったら俺はありだと思うよそれは間違ってるか合ってるかっていうか<お>あふせありがとうございますすごい、うん、でんでかっていうと俺は仏教の本質でもキリスト教の本質でもそのキリスト教とか仏教がやろうとしてることは否定なの基本的に両方とも否定教がやってることは否定なのどんなに尊くてもで 何をリスペクトしてるかっていうとブッダがやろうとしたこととキリストがやろうとしたことって本当に人助けだけなのよ<お>普遍的なことをやってるの彼らっておおましたありがとうございます竜さんありがとうございますそこが素晴らしいと思ってるの要はあの根本的なところなんだよブッダも言ってるじゃんキリストもそうじゃん目の前に困ってる人いて素通りした例がないじゃんわかる今川さんはいはいそこが俺素晴らしいっていうところ うん、あそうですねそ。そうじゃん。だから俺、そうそう俺らも悩みがあったら、多分ブッダは救ってくれたんだよ。キリストも友達にいて悩んでたら、多分助けてくれたんだよ。多分抱きしめてくれるんだよ。困ってる人がいたら。うん、根拠って何,何の根拠、うん、俺はそういう人間になりたいと思ってる。何の根拠全然目倉さん話そう話そう。それはね、否定じゃないんだよ。うん、だから、宗教は俺は やっぱダメだと思う、うん、僕もその全体主義っていうより、助けてくれ、全体主義の強派みたいなのを助けてくれというより、個人がですね、うんあのー、頑張って見つけようとする考えが大事であるから、うんあのー、多分ブッダもキリストも個人として頑張って、勝ち得たものに徳があるんだということを言いたいのに、うん、助けてくれよって言われてるから、うん、そこで嫌、あのー、だよみたいになっちゃったのかなとど、うん、どういううういいここと。どういうこと えー、つまりね、うん、個人主義と全体主義のことで個人主義と全体主義ってそもそも何を指すのごめん、俺が学がないから分かんないから僕の語彙、うん、も適切じゃないんだけど、うん、宗教っていう集まりを、うん、全体主義と考えましょうよその全体主義の定義が分かんないんだけどグループを作るコミュニティを作る複数であるこれは全体主義なのね。 思うと、うん、1> 1人で個人でで考えろよっていいうのいやでもそれはだってブッダも人を集めてたしキリストも人を集めてるからそれで言うとは全体主義になるんじゃないのああ<ー>わかんないけどそのでもその何て言うのかなうーんとそのブッダはその自分から行けとは言ってるなそのための手助けをが仏教なんだっていう言い方をしてるからだから あの今川さんが仏教よりな考え方をするの分かるの、うん、でもキリスト教も本当はそうなんだけどね神は自分の中にいるって言ってんのキリストはで神を人だ,人だって言ってないんだよだけどユダヤ教の経典宗教の中に要は旧約聖書の中に何を書いてあるかっていうとあの神様は人間のそっくりな形で人を作ったっていうそのアダムとイブの創世記の話の話を持ち出してるから擬人化されてんのよ そこがキリスト教最大のネックなんだよ。うん、あおやすみなさい。<laughs> うん、じゃあ結構キリストもその,そのブッダ寄りで。ブッダと同じ考え方してたっていうのは俺の主張。<ー>うん、ただ、そのイエス・キリストの癖っていうのかな本人のキスとして自分が神と同一であるっていうふうに自分が思い込んでた節は強いのよ、実際。 キリストは<う>、うん、だからあ,ああいう形になったんだろうけどでも本質的に言おうとしてることが俺は一緒だと思ってる釈迦はは教教団持ってる時点で宗教で宗出家主義だしあのね教団持ってる時点で宗教かっていうかあのねあのそもそもの俺はそうあーありがとうございますリュウさんいつもありがとう、ね、あもう龍さん本当にお世話になってる一つでありがとうございますいつもあの 何、ね、て言えばいいのかなあの宗教はだめだっつってんのでいうかあのブッダは宗教を否定してるんですよ、まあ、当時のバラモン教を否定してるのと同義だから難しいんだけど宗教をやってる自覚がないんだよブッダはそこが面白いところなので,、はいうん、で今日人が集まってきたから宗教かって言ったら俺はそうじゃないの俺の中の宗教っていうのは あの特定のの行動様式を持ってるのが宗教なの、ね、まあそういう意味で言ったら仏教もかなり特定の行動様式を持ってるから宗教って宗教に入るのかもしれないんだけどその何て言うのかなブッダがその宗教では人は救われないっていうところに俺は強烈なメッセージが隠れてると思うんだよね。で多分ブッダが今の日本の仏教を見た時に俺はこんなの仏教じゃないって言って否定するのは目に見えてる絶対。 はい、うん。だって、まず、冠婚総裁に関わってるな。積極的にお金取ってるな。<laughs> 物欲まみれなわけですよ、もう。うん、そうですね。だって死んだら物だって言った人だよ。死体から布剥ぎ取れって言ってた人だよ。物だからっ,つって、うん。それを巻いてた人だよ。お祈りしないでしょ、ぶったと思うんだけど。 うん、でも、その今私たち現代文明やってるじゃないですか、うん、やってますねそうなってくるとやっぱりその政治だとか社会システムをガンガン作ってく複雑化になってきちゃったんだけどお金とかも出てきてだからそれらと関わるなって言ったのがブッダだからだって昔にも社会システムも国家もあったの <laughs> 国滅ぼしても関係ねえって言った人だよ要は仏教ってそういうことなのよ 悟るってそういうことなんだよ。うん、要は、属性の現世利益みたいなものとか全部捨てることだから。欲望捨てちゃうんだから。うん、だから、今でも変わらないと思うよ。ただ、欲が多いから難しいよねっていうアプローチだったら、俺は今川さんもそう言うんだったらね。現世欲多いですから、仏教さらにハードル上がりましたよねっていうんだったら、そうですよねって答える。<laughs> そうですね。うん、でだよね。ブッダが言ってるより欲望が勝ってるんだもん。だって。欲望で回ってるんだもん。この世界。うん。 うん、そうだと思います。うん、あのね釈迦についていろいろ言ってることのソースはどこですかって言われると結局文献になっちゃうわけじゃん。そのダンマパダであったりとかまあ書籍でいっぱい書いてあるものの知識になってくるじゃん。でそうなってそこを突いてくるとじゃあ釈迦は本当にいたのか論争とかになるから俺はそこはするつもりないんですよ目黒さん正直言うと。だってそれ確かめようがないから。うん。いたであろうとかこうであろうっていうそのなんつうの それを前提に話をしないと仏教論議ってできないから。3000年前に釈迦はいたのかっていう、い、いないのかって言ったら、まあ、いたであろうねで語るしかないよね。そこは。うん。だから空想の人物でもいいのよ。架空の人物でも。うん。宗教の話好きです。おー、アンガールズさん、楽しんでってください。うん。うん ええと、じゃあ、ちなみに他の宗教とか詳しいですかいや、詳いや、別に詳しくないですよ。宗教に関しては。別に僕、僕、うん。あ、オロロか、うん。うん。キリスト教とかではあ、キリスト教とか、うん。まあうん、少しぐらいは多分わかると思いますけど。 他のイスラム教とかはどうですかかイスラム教かなり関心が高いんですよなんでかっていうとイスラム教って完成された宗教って言われてるんですよ学問的に、はいうん、そこは興味深いしイスラム教に変い要は国の宗教を変えた時にそこからひっくり返ったパターンってないんですよ今まで前例があ<ー>だから強いなとは思いますね僕イスラム教結構あれあの 関心深いですね。うん。おそらく多分すごいんだろうなっていう。っていうのも、政治と生き方とか倫理観とかが矛盾しないシステムって僕すごいと思いますよ。要は日本人だったら、宗教的観念とか風習とかと法律と人間の倫理観ってずれまくってるじゃないですか。いろんなものが。はい、だけど、これが絶対に矛盾しないのがイスラム教って言われてるんですよ。うん。これはすごいなって思ってます。うん、関心深いですね。 こういうところがあの中東でアメリカとの大きな対立とかをやっぱ生んじゃってそれはね俺それは日本人がもうアメリカの属国になってるからフェアじゃないと思ってるなんでかっていうと俺はアメリカがやってきたこととイスラム教の ISIS IS とかやってることってあるじゃないですかそれを同列で並べないのめ。ISIS IS はテロだってあれ頭おかしいですよあいつら戦争やってるんですからジハードだって言ってるんだからで要は 戦争じゃなくてテロリストだったら軍隊動かしやすいっていうその政治的な理由で彼らはテロリストにされてるだけなのね。だってイラク戦争でアルカイダ、ISIS IS ができる理由ってアメリカ軍だよあれ。だってイラクの人たちからしたらね、全くね、核兵器も存在しない、生物兵器も存在しないのに国滅ぼされて反感買いません<や>絶対 ISIS IS 化しますよ。 だから、うん、アメリカが生んだ悲劇っていうか、もう本当に十字軍からずーっとやってる争いにしか見えない。俺には。<laughs> 水と油もうずーっと歴史が繰り返されてるっていうか、ずーっと同じことやってるようにしか見えない。で、別に、その、日本人が、その、イスラム教とか側じゃなくて、要は、アメリカに洗脳されてるから、あ、あいつらテロなんだ。っていう風にもう、メディアコントロールされてるようにしか見えないよ、俺は。うん 彼らの気持ちわかるもん。うん、ただ、両方ともやってることは間違ってると思ってる。まなきさん、こんばんは。うん。初期仏典だけをソースにするとかしないと。いや、全般で語るよ。だって大乗仏教の否定から入るわけだから。俺の論法っていうのは。うん、初期仏典だと、紀元前の前の、うん。ベーダとかウパニシャット哲学。ウパニシャット哲学は違うよ。 だって仏典じゃないもん<う>あれは。ああ<ー>。うんだってウパニシャット哲学はバラモン教のだって元になってる哲学でしょ。だってブッダってウパニシャット哲学を否定してできたのが仏教でしょ。うん、うん。うん。僕はどっちかっていうと、うん、ブッダの前のウパニシャットよりかもしれないんですよ。バラモン教、はい、要は今でいうヒンドゥーに近いんだ。 そうですほうほう,そう、ぜひぜひ聞かせてください。どう使うんですかえそれは、輪廻があると。とかより、うん、まあ、宇宙を意識して考えてるっていうところが強すぎるってところですかね。要は、ブラフマン。うん、そうそうです。ボンが一二を。その通りです。じゃあ、ゃあそれはブッダが否定した論理ですよ。仏教ではないですよ。うん、だっってて仏教っていうのは ウパニシャット哲学のそのボンガ一尿、要はアートマンとブラフマンが一体であるボンガ一尿の考え方を否定した人がブッダですよ。それを違うよって言ってできたのが仏教。要はバラモン教のカウンターカルチャーできてるんですよ。<ー>うん、だからあの、仏教の考え方とは対極にあるはず。うん、とどこら辺が対極ですか僕はそこは、ま、いや、本当にわかんないんで。OK です。まず、 ああとまあウパニシャット哲学勉強されてるからボンガ一女の論理は分かるじゃないですかアートマンがあって有意識があってとか群衆があってとか要はいろんなものがつながってまあそれはあの有意識仏教とかの考え方なんで今の忘れてください要はアートマン古賀があると、はい、ありますよね自我とか古賀があるとで、はい、宇宙の意志要はブラフマーがあるとこれは実はボンガが一如であるっていうのがウパニシャット哲学の根源なんですよでだから輪廻するんですよ 生まれ変わるんですよ。ボンが一二だから。OK ですよね。はい、だけど、はい、仏教はどこをどう否定したかっていうと、諸行無常。要は空であると。これは隆樹の考え方ですよね空。空論っていうのは。要は、我なんてもの、コガなんてものはないと。アートマンの否定から入ってるんですよ。わかります自我なんてものは存在しないっていうのは仏教の根幹なんですよ。なんでかっていうと、わかりますここ。 うん、えっとアートマンの否定から入ってるんです。はい、仏教の根源が。要は自我なんてものは存在し、自分なんてものは存在しないから始まってるんですよ。お仏教の考え方って。っていうことは、凡外一二の我がないって言ってるんですアートマンの存在を否定してるんですよ<ー>、うん。ってことは、ウパニシャット哲学のカウンターから始まってるという論理になるんですね。それで広まったんですよ。はい、で、バラモン教滅びたんですよ。 だけどバラモン教の残ってた人たちが仏教を取り入れてリバイバルしたのがヒンズー教なんですよ。お<ー>うん、そうだから教,教義的に言えばですよ。教義的に言えば。えーっと、ワドウさんは凡外地にはあると思いますかない。要はブッダ派なんですよ、僕は。要はガがない。ーアートマンの存在を否定してるんですよ、僕。ブラフマンの存在は否定してないです、僕の中では。僕の考えですよ。仏教の考えじゃないです。 僕はブラフマはあると思ってるんだよ。ただ、ガはないと思ってます。だから、ボンが一にはあり得ない。理屈的に。ああ<ー>、うん、なるほど。うん、アートマンを否定したのは空だよ。まさに。空論。空を理解してたら、自我の否定をしてるのわかるじゃん。はい、っていうか、仏教の根,根幹だから。 そアートマンを否定した創作はどこですかっていうのはお経を読んでない証拠なのお経を理解してない証拠なの、うん、僕は本ン一両はあると思ってたしそれは全然違うで,でも自我はないとも思ってるんで、うん、俺はだからどっちが正しいっていう議論をしたくないんですよ あのどれもどの人も救われればいいと思ってんの別にイスラム教だろうキリスト教ユダヤ教いろんな宗教あるとで自分が救われたり幸せになるんだったらどれ選んでもいいしどれも否定するつもりはないただ俺が言ってるのはブッダが言ってたことが一番俺がしっくりきたっていう話ねだから別にアートマンの否定した人はブッダなんですよっていうふうに言ってるけれども俺は学問としてあ間違いないからただその別にブッダが正しいんですよって言ってるわけじゃないのよ ブッダが言った説明原理っていうのが僕が一番しっくりきたって話。っていうことはブッダがそれをバージョンアップちょっとしたみたいな解釈っていうのは俺はだからそこがキリスト教と仏教の融合っていうのを俺がやろうとしてることなの。要はあのねイエスキリストが発言してる内容要は競技的な話じゃなくて発言集は残ってるわけだ。 で、かなり近いんだよ、やっぱり。その、イエス・キリストは神のことに言及してるんだけど、その、旧約聖書、要は、今では神様、要は三味一体の考え方、精霊と全知全能の神とイエス・キリストは一体であるって教えてるじゃん。あれはでも、イエス・キリストが言ったわけじゃないの。実は。あれは、その、カトリックとか、教会、ローマ教国でバーって決めて配布してんの。こういうことで行きましょうって言って。で、イエスはなんて発言してるのかって聖書に書いてあるの、心の中にあるって。 いや心の問題だっつってんのよ。最初から。それを解釈を歪めて歪めて伝えてんの。だから、俺は、その競技化するとダメだって言ってんの、ここなのよ。要は、なんつうんだろうな。一般大衆まで分かりやすく落とし込むと、もう信じたら救われるようまで行っちゃってるわけじゃん。キリスト教が世界的宗教になったら、ここまで簡略化したからだと思ってんのよ。うん。釈迦がえ否定も肯定もしてないのは、輪で天性のことです。アートマンは否定してますよ。うん。 じゃないと空論が成り立たないからでしょ空,空の理論がまず成り立たないの釈迦が否定したのがアートマンじゃないの輪廻、うん、転生、うん、釈迦はアートマンはないっていうのがもうどの仏教入門書にも書いてあるよ要は自我,自我をなく自我なんてものは存在しないっていうのが諸行無常とかいろんなことに伝えてあるのよだって色即是空なんてまさにそのことを書いてあるんだよ、うん だから逆にアートマンもそれを目倉さんが俺に指摘するのであればそれこそースを出してほしい、うん、アートマンの否定も肯定もしてないってだって明らかに否定してるんだもん、うん、それは仏教のブッダの言ってることを理解できてないんだよ本当に仏教の根,根幹の部分を理解できてない、うん、なるほどうん そのことのんか細かいことがすごく自分の中で整理されましたうんいやもう来ちゃうのやろうよええだからさ、はい、あのなんだろう誤解を結構してる人って結構いるんだよ仏教好きな人でも例えば今川さんだったら仏教結構詳しいわけじゃんでネオ仏教を歌ってるわけじゃん。だけど 俺はだから仏教を歌うんだったら仏教の根,が根源を知らないと意味がないと思っててウパニシャット哲学は、ま、明らかにブッダが否定した論理なのだけど持ち出しだって融合しちってるじゃんそれって危ないんだよ結構わかるえー、も,うもう一回言ってくださいネオ仏教を歌ってるわけじゃん、はい、でも仏教じゃないじゃんだってブッダはウパニシャット哲学否定してるんだから そうですね、だから今川教とかにしてほしいの俺はわ<ー>かるそれだったら俺はこう考えるよって俺はブッダもいいしその生まれ変わりもあるよってでもブッダ生まれ変わりについてはもう口を閉ざしてるのよまあその輪廻転生の話になるけど、うん、だからそこはちゃんとしないとダメだと思うよいやキャッチーなねネオ仏教って言ったらキャッチーなの分かるんだけど それってでも、ね、根本的なところでつまずいてるぞそうですねうんダメよネオ仏教歌ったら <laughs> ダメでしょ、うん、と思うよ考えておけま考えてだって仏教と真逆のこと言ってんのもそれオウム真理教と一緒のこと言ってんだよ、うん、指摘しようか つついていいならネオ仏教論破しちゃうよ。ええ、いやでしょ。ええ。過剰書きにノートに書きますのでお願いします。やってみるあどうぞ。いいの教祖様論破しちゃっていいの今。あいや、僕は全然勉強っていうか。うん、o ん例えば、じゃあ、俺、いくつか質問していくね。生まれ変わりはあるんですか今川教には。ネオ仏教には。えっと。教祖なんでしょ一応。うん。 えー、その生命体になるたんびに脳みそで記憶はリセットされちゃう DNA の関係でリセットされちゃうんだけど記憶はリセットされる、はい、いやあの魂自体は、えー、とそれ相応のところを泳いでますということで魂が入れ替わるのねあ、えー、肉体が入れ替わるのうんと魂要は俺が死ぬじゃんで和同っていう仮の名前なんだけど、うん、和同っていう魂があると。 で、ここにはデータベースがあるわけでしょ。要は、過去、過去の和道の人生のデータが、要はカルマが引き継がれてるってことで OK? はい。あ、OK だね。で、これがうついでいくという存在はあるって考えるのね。ネオ仏教では。はい、OK、わ、はい、かった。ちなみにこれブッダが否定したアートマンってこれのことを否定してるんだけど、まあいいや。それ置いとくね。今川教の話だから。じゃあ今度行くね。霊っている守護霊とか、スピリチュアルの存在ってある えー、基本的にはな,な,ないんだけど、うんえー、波動で感じやすいものとして、寄ってきたり、悪いもの、いいものも寄ってきたりするから。ちょっと待って、基本的にはないんだけど、寄ってきたり、いなくなったりするって、ないのが寄ってくるってどういうことそれ説明しあ,、えー、あ、そっかって大丈夫かよ、競争。<laughs> 大丈夫かよ。<laughs> いいよ、いいよ、説明して。基本的にはないけど、寄ったり、寄らなかったりするの <laughs> 次元を超えて知覚しちゃうっていうこと次元本例はいるのいないの <laughs> 例はいるのいないのえっ、えー、とね繋がってるからね繋がってる何と <laughs> そのデータかなプラズマっていうかだからそれは自分の魂なのね要はさっきのデータと一緒の存在ってことはい OK、うん、じゃあもうこの時点で矛盾が1まずあのね 輪廻があるっていう、ウパニシャット哲学の考え方っていうのは、死んだ瞬間に生まれ変わるっていう宗教なの。そうだよね。<laughs> わかる死んだ瞬間に生まれ変わるっていうのが基本なの。はい、うん。で、霊がいるっていう宗教っていうのは、死んだら霊魂が残るから存在するの。だから守護霊だっていう、別の宗教の考え方なの、あれ。俺が死んだら生まれ変わるんでしょじゃあなんでこの浮遊してる霊体は生まれ変わってないの 人口爆発はどっから来たの例えば江戸時代日本って3000万人しかいないけど今1億2000万人3000万人いるわけよ。1億人増えてるのよこの霊体はどっから来たの人類って増えてるんだよ増えてますねうん教祖様教えてくださいどっから1億人増えたの日本人だけで言ってもだよ世界で言ったら70億人で人口爆発してるのは知ってるわけじゃん、はいうん これは、だって生まれ変わるんだったら、どっから来たのこの魂は。うん。うん。えっと、我々の内蔵してるもの、宇宙を1とし,しましょう。1ね。1>, 1? うん。あ、他の宇宙から来てるんだ。あ、違う。うん、えっと、全体を1とした場合に、えー、分割しようとしてるんですね。だから半分は、 半分そのさらに半分さらに半分さらに半分と魂が分裂してくってこと宇宙がですね宇宙が分裂してるのはいでそれで、うん、細かくなってるとえどういうことどういうことで、えっとね、全然説明になってない俺は 魂っていうのは、一個の存在が生まれ変わっていくっていう説明があったわけじゃん。<laughs> でしょだから死んだら誰かになって起き上がって生まれるってことじゃん。ってことは人口っていうのは一定のはずでしょっていう数学的な論理をしてるの。で、宇宙が分裂するのはわかるよ。だけど、それが答えにつながらないんだけど、どういうことなのえっとね、うん、イメージすると、細胞分裂みたいな感じで、うん、子供が受精して生まれるでしょ、うん そういうふうにしてそのケペの分身みたいなのが生まれていくだから増える一方だよねだから宇宙が分裂したら同じ分だけ増えるわけだだけど、えー、現実の世界としてもともとどういうことどういうこと宇宙が分裂したら同じ人間の数が平行宇宙ができるだけじゃんだだけど俺が言ってんのはこの宇宙の話を 分裂されてもいいけどこの宇宙で人工爆発起こってるのどっから魂が来たのって聞いてんのえっと受精して子供作るでしょ。うん、でそこで来るのはそのうんちょっとて,てめえの魂を、まあ、ちっちゃいんだけどそのお父さんとお母さんが結婚するその部分がここで生まれるんですけどその魂は。 その細胞分裂したようにお父さんとお母さんの細胞分裂みたいな状態になるわけですよ。おお父さんのお母さんんのの母細胞分裂だから自分の魂の子供とっていうのは自分の魂のンンお父さんの魂とお母さんの魂をしかもらえないってこと自分の。さっきさ死んだ時自分の魂がさまようって言ったじゃん、うん、さっきの説明原理と違うんだけど。 さっきは自分が死んだら魂が抜けて誰かに生まれ変わるって言ったけど今度お父さんとお母さんの魂を引き継いで半分ずつで生まれるっていうのは別の原理だよまた。ってことは効果がないってことじゃん。あとまないじゃん混ざってんだから。引き継がれないじゃん。うん。本当ねまあ自我はないんだけどじ、まあ、自我っていうのはないんだけど。 で魂はですねそのなんだろう、だから細胞分裂のように引き継がれて、倍、え、々、ー、ぐらいに増えているっていう、でもそれはお父さんとお母さんの、えー、元の細胞分裂のものなんですよ。だから逆に言うとお母さんから見ると。魂をもらうと、で、結合するとで。それが増えていくの、何個も。 増えて増えてますからもちろんパラレルな宇宙がいっぱいブドウの房のようにいっぱいできちゃってるんですよねちょっと待ってちょっと待って1個の宇宙の話をしても要は平行宇宙に自分の魂がいくつかあるっていうのはわかるんだけどそれは行き来するの行き来するんだったらわかるんだけど要は向こうの宇宙で人口が減ってるからこっちの宇宙で人口が増えてますよっていう理屈だったら合うじゃんわかる魂はい。 だけどその論理だと宇宙が平行で分岐するから分裂するんですよっていう説明だとさ同じ魂の数がやるから変わらないじゃんっていうで今度はお父さんとお母さんが引き継いでいくっていう話になったじゃんそうするとコガ自体がないんだよ結局人間のダーウィンの進化論的なさ普通のことを教えてるだけじゃんそれ魂の否定になってるじゃんどんどんだってだってさっきの説明の論理だと生まれ変わりがあって 変わらない記憶のデータベースがあるのが魂ですって教えてたんだもんえっと変わらない記憶のデータベース、まあ、はい魂の定義はそうだったじゃんでそのデータベースに悪いことといいことが書き込まれていってどん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 移り変わっていくからカルマの存在があるんですよって言ったじゃん今川さんは、はい、だけど親から引き継いでるって言ったら親のカルマ引き継いでるだけじゃん親と母親の自分の元にあった生まれる前のデータなんかないじゃん 生まれるる前のデータはいわかるただ DNA 精子と卵子がくっついて子供が生まれてっていうだけの話になるそれって普通の今の標準の生物学の話だよさっきの魂の効果がある要はボンが一年の考え方ウパニシャト哲学と何の関係もなくなってるように俺は聞こえるのうん、うん、論理的にね だから今一番今川さんが近いなって今川さんの宗教観に近いなと思ってるのが俺はスピリチャリズムだと思うよ。ああそううでしょうね要は,要は神様みたいな存在がいて魂要は大きな神様がいると。でそこに魂が吸い寄せられて一滴落とすと。それが自分の自我なんだって。だからいろんな血が混じってるんだみたいな。でも俺はその時に説明する時にそれ魂じゃないよって言ってるの。 だっていろんなのが混ざってるんだからデータベースないんだからって要はカルマがないえっとじゃあ、うん、和藤さんの考えた方は輪廻、うん、転生がないから輪廻転生は俺は信じてないそのたんびごとに、うん、生まれた魂は肉体の死が終わったら、うん、はいその魂もはい終わり自由の無になるってことてんの 俺は。はあ、要は今川杉作っていうものはないって言ってんの。和道もないって言ってんの。はあ、人格自体を否定してるの。簡単に言うと。これはあくまで仏教関係ないよ。俺の考え方だよ。 えっと、っていうことは、うんうん、私たちは何もない世界の中にいるってことになっちゃうってことですかが要は影響と作用しかしてない。世界と作用をし合ってる存在。相互作用の存在の。だから自我っていうのは移ろいでいくの。要は、俺と今川さんっていう、要はアートマンとアートマンがあると。要は自我と自我がぶつかり合うわけだ。 でもこの二人が今話してるわけよ。そうするとお互いに発見があるわけよ。そしたら相互作用で、あ、この考え方はこうだな。俺もこの考え方はこうだなって、いろいろ影響し合ってるでしょ。さらにリスナーさんとも複雑に絡み合ったりとか、リスナーさん以外空気とか水とかも全部が複雑に絡み合って、要はその状態点を指してるだけなのよ。今、今の現状がそう見えるだけ。だけど、3年前の俺の考え方と今の考え方絶対人格違ってるはずなの。同じに見えるけど。 それが脳がもたらすバグだと思ってんの俺はうんだから自我自体を存在を否定してるのだからアートマンの否定だよね簡単に言うとだって20歳の時に死ぬ人と60歳で死ぬ人が同じ考え方してると思えないもん俺間違う人もいるし正しい人もいるじゃんうん 花火大会ありがとうございます。っていうことは、凡外一女は、パ藤さんはあるんでしたっけない。ガが,が,がないから。ガっていうのがアートマンのこと。要は、魂の人や。ガっていうのは、あの、魂とか霊のことだから。データベース。要は自我のことだから。我って書くでしょ。あれ、アートマンっていうの ボンっていう要は宇宙そのものとも言ってもいいしえっとじゃあブラフマーはあるけどコガがないってことですかその通りでブラフマーがあるコガがあるだけでもいいんだよただウパジシャット哲学は一両要は同一であるって考えるまず俺は同一ですらないし俺はブラフマーの中の一部だって考える自分が要は ブラフマーの中の一現象だと思う。だから自分は神。要はキリストが言ったことだ。神は内包してるって。だから仏教的にも、ブッダが言ってることもキリストが言ってることも説明がこれで合理性が合うのよ。わかる、はい、神はいる。要は、あの、仏教も仏っていう概念とか、要はダルマ。ダルマの存在だね。ダルマと神が近いんだよ、俺は。法だよね。宇宙法則って言ったんだけど、ブッダは。現代語で言うと。 ダルマっていう存在。要は仏が偉いんじゃないと。ダルマを手に入れた方が仏になるっつってんの。だから神はない、中にあるって言ってるの一緒じゃん。あうん。だから俺はボーン。要はそのウパニシャット哲学風に言うんだったら、ブラフマーは存在すると。ただ我はないと。ブラフマーの一部だと。うん。 一部,一部だって俺らが宇宙,だって宇宙法則って宇宙全体のことを指すから俺は神っていうのは全てのことを指すからじゃあ一部だと一部しか分からないってこといや違う、うん、この中に眠ってるんだよ <laughs> それだったら僕が一流っぽくなっちゃうん違うんだよう違うの我を否定してるから、うん、これはねどういうことかっていうと例えばビッグバン信じるかどうかっていうのをさビッグバンっていうのをさあ,のあったかどうか 普通の人は分かんないわけよ。体感することができないわけよ。でも、この宇宙をつぶさに調べた頭のいい人だけはビッグバンを突き止められるわけじゃん。要はこれ始まりあったなって、数学的に分かるわけじゃん。それと一緒なんだよ。突き詰めていくと、どんな石ころでも何でも格闘技でも何でもいいの。突き詰めていくと、神に近づけていくんだよ。神を理解できていくの。 マドタンは人間は亡くなれば土に帰り無になると考え方は俺はね英語解議ですね、はい、僕は英語解議ですだから我はないあくまでだってうつろいでるわけだ 例えばじゃあ、今、まあ、今川さん分かりやすい例言っていいちょっと多分分かりづらい例だと思うから、はい、今川さん俺の放送見,見えてるよね、画面。はい。俺が言ってるのは、じゃあここにあるの何こ,こ、この中に入ってんの。コップと水ですかそうだね。うん。この中に入ったものは水何お茶ですかお茶ですかじゃあ俺がおしっこに出したら、 それもお茶なのかなおしっこになるんでしょおしっこって呼ばれるよね。要は名称にしか過ぎないってこと。はい、要は、今コップに入ってるからお茶とか水とか呼ばれてるけど、これもともと雨だったんだよ。もっと前は雲だったの。で、雲の前っていうのは、なんかこう、海から発生した水蒸気とかだったんだよ。元は海だったんだよ。塩水だったんだよ。で塩水の前はって言ってもぐっちゃぐちゃに混ざって、要は、 今、この瞬間を切り取った瞬間によって名前変わるんだよ。皮だったりするし、お茶だったりするし、い、胃液だったり、体液って呼ばれたり、おしっこに変わったりとか。わかるこれ。同じ物質なのに、流動してるでしょ名称が変わってるでしょこれが俺が言う、コがっていうものはないっていう説明なんだよ。わかる<ー>うん。そう。で、俺だって見えてるものってあるじゃん。 俺だって見えて見る。でも実は生物学的に考えると骨とか脳とかも3年で全部一周するの、はい、3年後で同じ物質で構成されてないのただ DNA の面白いところってパーツを入れ替えていくからそう見えないのよだから実は太ったり痩せたりとか置いたりとかするわけじゃんハゲたりとか <laughs> ヒゲが濃くなったりとか、はい、絶対同じ状態ではとどまらないんだよ で、物質として同じ状態で留まらないのに、俺はメンタルが同じ状態で留まるって考え方の方が不思議な考え方に見えるの。あくまで俺は。だから、心も流動してるはずだって考える。だから、我はないって言ってるの。アートマンはない。だから、ブッダが言ってることと一緒じゃん。これ。諸行無常じゃん。空じゃん。うん、そう。な、我はないじゃんって言う。 じゃああれですよね本当に肉体のチグが終わったら終わりですよねうん俺はだからその英語を回帰輪廻転生じゃないけど英語を回帰はすると思ってるの要は俺はこの和道っていう人生始末坂光っていう人生を何回かやってる気がする俺はだから英語を回帰か英語を回帰って言うんですか英語を回帰あごめんそれは初めて聞いたうん 英語会議っていう考え方は、うん。それは漢字でどう書くんですか英語会議。うん、検索。ちょっとごめんね。コメント欄に打つね。はい、英語会議、うん。これです。今、コメント欄に書きました。うん。はい。うん、俺、戸間別信者じゃないよ、メク倉さん,、うん。英語会議です。そう。動的平向いいね。あ、でもね、そうなんだよ。ビラちゃんマンの言う通りで、俺が言ったのって動的平向理論と合うでしょ 結構ねそこいい線ついてるビラちゃんまそうで動的平衡理論とぴったし合うでしょ要はキリスト教のアプローチブッダのアプローチあのえ動的平衡的アプローチでも矛盾がないんだよこの説明ってわかるでしょ英語会議を説明してください英語会議っていうのは俺が死ぬじゃんどっかしらのタイミングで、はい、人間だから 死んだらまた「おぎゃ!」ってその瞬間始末坂道として生まれんの全く同じ人物をループすんのずーっとえー、で100点取るとこの世からいなくなるの無に帰るのうんっていうのが俺の考え方え本当にそれを本当に考えてるの持ってる持ってるあれでも俺、うん、英語を回帰の理念は、ま、漫画ぐらいしか見たことなかったなでしょだけどっていうのも そデジャブであったり、こいつ会ったことあるなとか、あるのよ、俺の中では。俺、俺一回目じゃねえな、みたいな。<laughs> こっからオカルトの話になるからね。こっからはワドはなんか急にオカルトっぽくなってきたのでいいよ。さっきまでなんか正論っぽいこと言ってたけど、急になんかオカルトだなって。<laughs> それでいいんだけど、うん、俺はこの人生に悔いを残してなくて早くゲームクリアして、あのもう無になりたいって思ってる。うん、とても一回じゃないんだよ。 急にうさんくさくなったよね <laughs> なるほどわ、うん、かりましたあ、うん、僕にもまた質問があればいいですよえー、で質問があればっていうか何だろうなツッコみたいところがあって突っ込みたいところがありすぎてだからいろいろ質問しても要は <laughs> ちぐはぐの答えが返ってきて なんか、理解できないって感じで、その宇宙が分裂するとか、なんか新しい概念が出てきて、さっきと言ってること違えよなっていうが感じなんだけど。急に同意できなくなっ,ってでしょそれはね、もういいの。俺はファンタジーだから。和道っていうファンタジーで生きてるから。それはね、あの、同意求めてない。うん、それはないわってみんななってるもんね。さっきまで同意見だったわけで。急になんか、ね、進行宗教の教祖みたいになってきて。<laughs> いいね、いいんだよ、それは。それは分かってるから。 俺が勝手に進行して何だろうなんだろうな,、うん、な,な,んだろうな質問うーんな,な,なんでネオ仏教なの何がネオなのえっとまず言いたかったのは、うん、まあ宗教ということではなくてですねまあこれやってることは実はあの ピコ太郎みたいなことをやりたかっただけだったんだけどえちょっと待っネオ,ネオ仏教ってピコ太郎みたいなことをやりたかったのにネオ仏教名乗っちゃったいやえーとピコ太郎ってさ芸人のピン芸人の小坂大魔王っていう人がやってるんですよ <laughs> はい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 でそのピコ太郎っていうプロジェクトで俺は小坂じゃねえよっつってやってるんですよはいそういうのを YouTube で新しいキャラでやりたかったんで ああいうキャラをやったんですね、まあもう今はあんまりやってないんですけど。いや、やめてはないんですけど、<ー>その時にね、あのまあ、そういう宗教とかいうよりかはね、アンチテーゼとして、哲学、みんなが個人考えるのが必要だから、仏教というのは哲学なんだよっていうのを言いたかっただけだったんですね。あでも、仏教は哲学は合ってると思うよ。うん、仏教は哲学だよ。うん、合ってる合ってる、うん。間違いないよ。うん <laughs> 教養の高い人に何やってんだって突っ込ませる芸人スタイルで <laughs> 新しいな。うん。なんだろうね。どこを目指してんの今川さんは。何になりたい、えー、何を目的なの人類の平和えー、<り>いや違います。まあ、ぶっちゃけ言うと、うん、有名になりたいの,のいや、そうでもなくて。うん 最初ニニコニコ動画とかで哲学、最初の頃はねあの深夜この時間帯に真面目な人が哲学のコミュニティーやってくれてたんですよ、仏教の。<ー>歌谷さんって方なんだけど、多分知らないと思うけど、うそういう人が1年ぐらいやってて、<laughs> そこにいたんだけど、なんかお母さんが介護で忙しくなっちゃって、やらなくなっちゃったから、その哲学とか宗教のコミュニティーがなくなっちゃったから、まあ、それをやりたいなと思ってやってただけなんです。<laughs> <laughs> でああいうことやると人集まるかなと思って結構集まったんで <laughs> 煩悩の塊だなほんとにそれだけです煩悩の塊だなほんとにおひでえ話だな <laughs> 人が集まるからやりたかっただけですいや違うん、哲学コミュニティを大きく <laughs> ニコニコリでやりたかったってそういうことなの哲学コミュニティですよああでもうい,ういやまあ仏教は哲学 でいいと思うんだけど哲学行くんだったらいろいろあるじゃん他のアプローチも普通に哲学コミュニティやりますって言って哲学コミュニティ哲学でニコニコで検索してくる人なんていないんですよいるよいるよ哲学好きな人いっぱいいるよいないっすよいるよいるっているよ <laughs> いるいるすごい需要あるから哲学は いや、今ニコニコやっても2、3日かかし。なニコが流行ってないだけだよ、それ。<laughs> ニコ生自体がオワコンなだけだって。やる場所が悪いんだよ。ふわつとか人集まるよ、うんうん。まあまあ、分かったわ。ピコ太郎がやりたいっていうのがよく分かった。<laughs> ネオ仏教 <laughs> 煩悩だなっていう。 いや、いいんだけど。そこは人間らしくて、なんか。あのね、悟るなんて無理だよ。悟れる人はいると思うの。悟りってあると思うの。だけど、あの、そんな人いないよ。本当に、俺はだから浅井さんぐらいだと思うよ。本当に。浅井さんですら煩悩あるからね。でも、ニルバーナに近い存在は俺は浅井き子だと思うよ。本当に。 <laughs> あのあれだよ冷やかして言ってんじゃないよ本気で言ってんだよ浅井さんどう見えるの今川さん的に浅井さんってどの方ですかわ、ね、かんないんだかんないホームレスのおばあちゃん知らない俺の枠にああ<ー>あの人はもう完全にニルバーナに最も近いと思うよ、ん、多分いろんなものを物質的なものだとか捨てて振ったから大事なものだけが見えてきてそう所有物ないのこだわりがないの えなにちなみに言うと、目倉さんはネオ仏教の信者だったのだから怒ってんのこんなにアンチ化してんの急に。いや、えー、最近僕の放送を見てくださってるリスナーさんで。うん、ネオ仏教の信者なの。なんで俺急にこんな叩かれてんのネオ仏教なめたら地獄に落ちてくるし。だから俺は生まれ変わらないし、地獄なんてないって言ってんのちなみに言うと、キリスト教で地獄なんて一言も書いてないの知ってたあ、目倉さんこれネタで言ってるんで別に。あ、そうなの <laughs> まあいいんだけど。はい、あの、地獄ってさ、 イエス・キリストの考え方であると思ってるじゃん。キリスト教の考え方で。うん、地獄ってないんだよ。知ってた聖書に地獄っていう記載一個もないんだよ。お<う>、うん。だからキリスト教も全く理解してない。日本人を、うんうん。うわ、嬉しいわ。安倍晋三のチンカスありがとう。大事にしてます。俺はアスペだから。ジョーク通じないよ。 俺を舐めたらダメだよな。本当にジョーク通じゃないよね、昔から。うん。イエス・キリストの、だからね、レフトビハインドとかよく分かってないんだよね。あの、神の国に行くの。要は、ジハードっていう最終戦争、あれハルマゲドンとかわかるでしょジハードとかハルマゲドンって聞いたことあるじゃん。要は、地上が戦争化して、地獄化すんの。で、 キリスト教を信じてる正しい人が京州って言って、こう引き上げられるの。神様の手、バーって引っ張られて。要魂だけ抜けるの。で、魂が抜けてどう行くかっていうと、神の国に行くの。で、神の国で永遠の肉体を手に入れて楽園で暮らすっていう物語のキリスト教って。ユダヤ教も、あ、ユダヤ教じゃない。あれだよ、イスラム教も全く同じ概念なんだよ。実は。だから、地獄っていうのは、残されたこの世で、骨肉、要は北斗の剣みたいな世界なのよ。 だから地獄って記載はダンテの,あの要は物語小説の中に出てくるのキリスト教を舞台にした煉獄とか、うん、そ,うそれをねキューチャちゃん牧師に、ね、説明したグヌヌってなってた <laughs> グヌヌってなってた、うんうん、あ,ありがとうございます今川さんもう眠いでしょはいありがとうございますええとんでもないまたやりましょうはいあ一1点だけいいよ 先ほどのフィファンリシャットの部分だけ、の15分ぐらい動画にさせて僕のところで上げさせてもらっい,たいですか本当の塊だな、本当に。いいよ、全然。じゃあ、ありがとうございます。ます俺も上げ,げるけど、文句言わないでね。はい、うんおお。お互いは適当にカットして、かっこいいところだけでいいよ。俺に否定されてるところ全部切っていいから。<laughs> いやいじゃ、じゃあ、動画用に撮ってあげる、カットするとか、いや、みんな聞いたやっぱね、これからネオ仏教だから。 すごいわ今川さん本当にネオ仏教だよこれから来んの OK 今の部分編集して最後につなげたらもう全部信者になるから <laughs> 今の美味しいでしょ<れ>自分の否定されたところを全部カットして最後のつけとけわあ<れ>ーすげえわ」ってなるから <laughs> <laughs> やっぱ今川すげえよーってなるから信者がこれ大丈夫 <laughs> お疲れっすーお疲れ様です、えー、何にも分かってねえじゃねえかよ今川や <laughs> 今川何にも分かってねえで仏教唱えてんじゃねえかよ大丈夫かよほんとによ <laughs> びっくりしたよほんとにうんやべえやな面白いなあのさ何にも分かってねえなほんとんか流行ってるから乗っかってみようみたいなノリじゃねえかようんびっくりしたよほんともっと詳しいと思ってたもんもっと詳しいと思ってたもんアマンジェルプレゼントありがとうございます うん、いやー面白いね <laughs> でも YouTube で今川ってすごいからね再生数 <laughs> 知ってるみんな今川杉咲チャンネルチャンネル登録者どれくらいいるのか見てみようぜ信者すげえ多いんだよあれほんと敵に回すとやられるからね今川杉咲リスナーを <laughs> YouTube で再生してっかな今川 と待ってチャンネル登録者どれくらいいるんだろううわ、3370人だって嘘だろ嘘だろ ?3300 すげえあのあ,あのボロボロの理論にあのボロボロの理論に信者が3300人いるぜやべえ教祖様だよ 怒られるよ。やべえな。3300人の敵作ったな。ツイッター凍結させられるレベルだよね。ポアされるんじゃないかな俺、うん。今川先生釈迦の生まれ変わり。<laughs> あのさ、釈。<laughs> あのね、釈迦は生まれ変わりに関しては、実はイエスともノーとも言ってないの。 それは真実なんだけど、アートマンの否定をしてるっていうことはね、実は生まれ変わりを否定してるんだよ。あるとも言ってるんだけど、実は。でも、みんなが思ってるような魂の生まれ変わりは否定してるの。なんでかっていうと、魂自体を否定してるから。だからね、あの社会ってね、実はね、あのみんなが思ってる生まれ変わりはないって言ってんの。でも、違う別のアプローチで生まれ変わりはあるって言ってんだよ。 そこ要はねあのそこのね解釈が難しいんだよ要は人はいつでも変われるよっていうことを言ってんの普遍的なことね、うん、やべえな1万人フォロワーいんのやべえなほんと敵に回され敵に回したらこうやよすり寄ろうぜ今川今川リスナーをゲットしゅうわ <laughs> 煩悩 VS 煩悩でいこうよ <laughs> ね力あるところに権力にはすり寄っていかないとうん シェア仲間が必要だかね。でかいことやるために。<laughs> すげえな。こんな、こんな枠で150人集まるって暇だな、おい。配信者大丈夫かこの枠で今何位おすすめ何位おすすめ1位残念 <laughs> 今、ふわっちで一番熱い枠 ふわっちで今一番面白い枠がこのクソ対談だからねどう思うみんなこれちょっと悲しいよな数ある配信の中でふわっちの中で今一番熱い枠ここだったんだ突き詰めていくところは無だろういいねあのねそれは王まんこさんねガが,があるからそう感じるの要はガが,がなくなるとそうならないんだよ無限連鎖の、うん、でしょ 蛾が,があるからそういう「無」っていう考え方に固執するんだよって言ったのがブッダ、うん、YouTube の URL 今川杉作で検索すると出てくるよ、うん、今川杉作で検索すると出てくるよ、うん、<laughs> 写生ってなんだよ、うん、別に写生ぐらいするなら。FC2 の時からちょこちょこワドの放送に現れてるよね今川はねなんか俺の子アンチになったりねあのね閲覧数が増えてくるとねなんかねすり寄ってくるっていうね ちょっとコラボしようよみたいな。で、俺がかそってるとね、おめえとなんか電話しねえよってすげえ上からコメント書くの。<laughs> すっごいね、数字にシビアなの、こいつ。今川は。<laughs> 人気絶頂の時はね、すっごい連絡くんの、スカイプとかで。和藤さん、ちょっとコラボしましょうよ、みたいな感じで、すっごいね、下から来るんだよ、ね。<laughs> そう。で、ちょっと調子悪いな、かそってんなっていう時は、なんだお前、なんだこれ。 お前も落ちたたななみたいな感じで上から来る、うん、無ってどういう状態ああいい質問だね無ってないんだよ、うん、だからインド人は天才って言われてんの無なものってないんだよ世の中にだってマイナスは分かるじゃん例えばここにある分量の水を飲んだからマイナスって考え方あるけど無ってないもの元からないものだから0ってプラスマイナスで0になりましたじゃないの無が元々ないの だからないものをないっていう具現化したのって実はインド人天才なんだよ、うん、だからすごいいい質問なの無ってどういう状態って人間には分からない <laughs> そう無空気すら慣れない存在が全くない無真空とも違うからね、うん、真空状態を表すためには外部の装置が必要だから、うん、タカさん全然質問どうぞはいはいどうぞうん 日本はダサン的宗教か <laughs> 今川先生の手のひら返しかっこいいクズでしょいや俺好きだけどねそういうところうんうん、うん、質問どうぞ ね、うん、だからインド人とかすげえって言われてんの無を作ったわけだからだからゼロがなかったらどれだけ困るかって分かってるじゃんえっ、ー、と浄土宗と浄土真宗ってどう違うのですかごめん俺日本の仏教全然わからない申し訳ない全然わからないごめんねほんとからないうん江原がテレビに出るとイライラするわ <laughs> かる <laughs> でも三輪明宏がいい感じにしてくれるからね ていうかね、江原宏之のずるいところは、三原を口説いたところ、あの、江原のずるいところは、あの、あのね、ピカチュウを口説いたところで、本当に、あなたらはきれいねって言って、もう何でも、三輪さんのワールド、三輪さんがバックにいるだけで、すげーってなるじゃん。俺、三輪明宏は好きなの。うん、とても素敵な時代だったわ、<laughs> <laughs> あのバカぬがっ <laughs> つって <laughs> 三輪さんのパワーだよあれエハラのパワーは、うん、あれはエハラのうまいだから三輪さんを口説いたところだよ、うん、絶対そうだよ親鸞はパウロの生まれ変わりだの <laughs> うんおはようございます熊さやさんおはようございます、うん、でも分かるよね神とは稲子である正解だよね 今スパム報告 <laughs> うんうん俺のだから考えは一つ宗教では人は絶対救われない宗教で人は救われませんそれが俺の答え法然全然わかんない日本の宗教は ミワチャマー宗教と関係なくありがたいお言葉聞けるのが好き。もうなんかね、ミワアキヒロってね、すべてを超越してて、もう男とか女とか性別すらも超えてるじゃん。なんつうの人間みたいなジャンルじゃん。わかる俺すごいなと思って。オカマでもないんだよ。オカマでも男でも女でもないところから発言できるってすごい強さだよ。人間です。みたいな。わかる すごいんだぜこれ作るのってそ,それを自然とする言うのは簡単じゃん俺男でもないよ女でもないよって人間って言うんでも説得力ないんだよたたずまい美しさあいは若い頃とてもだに若い頃とてもだ、えー、ピカチュウっつって <laughs> すげえな俺大好きだね皆さんうんさん愛してるね 数学的に全知全能の神はいないと証明された偶発性の定理とかその辺だろうけどそれも否定されたんだよ最近 <laughs> あのなんだっけなて言ったっけな何だっけ忘れちゃったんだけどそのランダム性で起こるってやつでしょあれも否定されたの数学で <laughs> もう何信じたらいいかわかんない俺はでもね神はある神はいないけど神はあるっていう考え方うん 鹿児島まで行って神に会えなかった男はまだそうだよ神の,神,神のお父さんには会えたんだよすごくないでもパパ公に会えたら俺だけじゃない俺パパ公と普通に5分ぐらいダベったかんだよママ公ともインターフォン越しに話したしうんいや宗教やってるやつはクズじゃない宗教宗教信仰してる人っていい人ばっかりなんだよ騙されちゃったよみんないい人よ かうへヤハウェイなめんなえ <laughs> 稲子ってヤハウェイって呼ばれてんの <laughs> うん細木和子江原はでたらめ俺は細木和子超すげえと思ってるよだって出版ブームの時にはベストセラー出し続けてねテレビ業界がグーンっていってる時にはテレビ撮り続けてテレビ業界加工になる前にアプリに切り替えたんだよすごくない <laughs> 俺天才だと思うよ細木和子って い一番業界が熱いところに絶対いるんだよだからテレビで見なく何つうの細木克子がテレビ降りた瞬間にいなくなったでしょあの落ちたでしょ業界がでアプリで大儲けしてんだよ全部当ててんの <laughs> 細木死んでるうんアプリアプリでやってるのうまいよほんと要はあのね俺が言うのは占いは当たるかどうかじゃなくて和芸なのよあれはキャバクラに行くのとかと一緒なの 要は怒られたりとか、要はアトラクションみたいな感じなのね。要は芸人さんのネタを見た時に面白いかどうかだ。それと一緒なのよ。あれをガチで捉えたらダメなの。芸人さんって盛るに決まってるわけじゃん。配信者とか台本に決まってるわけじゃん。<laughs> あれをガチだと思ったやつ痛いやつなのよ。そうじゃなくて、3000円払って悩みを聞いてくださいっていうわけやの。聞いてあげるは大変だったわね。あなたは死ぬわよって。どうしたらいいんですかって大丈夫。 私が唱える通りに毎日この方角に水を置きなさいって助かるからっつってありがとうっつってそういうドラマなのお金を払ってでわかるうん <laughs>、うん、そういうもんです、うん、細木和子は占いより世間を読む力そう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 でも本来占いってあのちゃんと世間を読む力なんだよサボサボサボちゃん花火ありがとう 新しいバージョンね、これ。<laughs> なんか最近の配信者って、サボちゃんありがとうとか、ウェーイみたいな感じの多いでしょじゃあ。サボサボサボちゃん、花火ありがとう。しっとりさせるから。盛り上げねえぞって <laughs>。新しいスタイルだから、これが。今、今最先端、ふわっちの。しっとりみんな柔らかく包み込んで、こう。 こうふわーってなるっていう、ね、宗教枠だからねやっぱりはいみんな一緒に「サボサボサボちゃん花火ありがとう」<laughs> 流行らねえなあんまノリ悪いなもっとわらわら来ると思ったんだけど <laughs> 全然ウケなかったわ、うん、花火来ねえんじゃねえか今日もワトツサボちゃんありがとう花火、うん、何アッポタレン,チン何 <laughs> アッポタレチンなんだそれ <laughs> すげえな何気に花火5個だから <laughs> 何気にパワーある <laughs> うちの親は新何とかか言って新興宗教に全て家庭崩壊したわあーうーんそこは宗教の悪いところだよな俺は本当にそこは悪いと思うよ細木かぶこは半分いいこと言って半分詐欺ハイブリッドで言ったから売れた 半分いいこと言ってっていうか、あの、未来を読むことはできないんだけど、未来を読むこと絶対不可能なの。ただ、実はね、未来を当ててる風にするのはそんな難しくないんだよ。俺もやってあげようか。これってテクニックなのね。簡単に大げさに分かりやすく言うけど、100年以内に超できる自信くると思うわ。絶対くるでしょ。 日本に100年以内すっげえでけいの来るだ、ね、よ。100年以内にどっかの国戦争起こるわ。これをどの長さで言うかな。<laughs> どの長さで言うかなんだよ。これだけなの、本当に。ギリギリのところつけるかどうかが占い師の技量なの、これ。で、その細かく細かく当たって信憑性を上げて、ちょっとね、ホラーを入れてくんのよ。 ちょっとやばいっていうの。ここがテクニックなんだよ。わかるこれ。これ本当だよ。これテクニックだから。うん。要は、3年以内にっていうか、5年以内にっていうか、要はピンポイントで言うのかっていう。そこなんだよ。その、要は、抽象性と具体性をうまく使い分けるの。だってさ、簡単じゃん。みんなに言ってあげようか。あなた、お父さんいるわねって。え、なんでわかったんですかって。います、お父さん。死んじゃったけど、つって。 でしょって。あなた、お母さんもいるわねって。いますなんでわかったんですか当たり前じゃん。うん。当たり前じゃん。当たり前のこと言えばいいんだから。でしょそう。要は大げさにやってるけどこういうことなんだよ。うん。あなた最近痛いところあったわねって。痛いところがなかった人間なんかいねえよ。でしょ 要はこのさじ加減をポンポン投げていってそれでもすごいってなっちゃう人いるんだよ本当に世の中には「すごい!」ってなっちゃう人いるのうんあなた虫歯になったことないって聞いてみるっていうパターンで断言しないないのねってうんあなた健康な歯ねってそうそうそういうことそういうこと「なおちゃん素晴らしいあなた二面性ありますね」って 優しいけど怒りっぽいところがあるって誰でもあるわ、そんなもん <laughs>。そうなのそういうことなんだよ。初見さんいらっしゃい。あなた、リスナーねコメント打ったわねって。もう何でも言っちゃえばいいんだよ。言い方だから。言い方と顔だから。あと、暗い部屋でどの角度からライトを当てるかだから。本当に。これ大事だから。あと、狭い部屋。逃げられないって。暗い、怖い 行が刺してるそんんなもんですよあと動物飼っていたことあるわよね占い師がよく使うらしいそれはねあのうんありますよ何でもあるんだよ、うん、なかったら「そう」って言って知らん顔すればいあそうって、うん、そういうこともあるわねって <laughs> そうよねって、うん、違うもうクイック気味でね違うあなたの話じゃないみたいなあなたの彼氏の話とか言えばいいああ彼氏犬飼ってます <laughs> でしょわか、うん、かるから「すごいすごいこの先生」「B 型でしょ ?A 型です」っつってお母さんの話「B 型です」っつって「でしょ?」わかるから」っ <laughs> 4分の1だから」うん、何でもいけるよ、うん、大丈夫占いに行,く行って本当に救われると思ってるやつの方がやばいから俺からすると「<laughs> <laughs> 占いに行って人生変わると思ってる方がよっぽどやばい。<laughs> 勝ってないと言われたら学校で動物いたわよねってそうそうそうパワーだよ、うん。ボクサーと一緒だよ。ジャブが当たんなかったら追い打ちでストレートかければいいんだよ。<laughs> 倒れるまで殴るんだよ <laughs>、うん。そう。金もらえればいいんだから。うん 最近チンコが体内にめり込むけどどうししたらいいでしょう俺はずっとめり込んでるからな悩まなくていいんじゃないかなおちんこすっごい引っ込んでるから、うん、大丈夫だよ死なない出るとき出るから <laughs> グッてくるから、うん、あれってワンチャンあるんじゃんっつって、うん、いや面白い話ですね本当に香ばしいよ な人がいろんでもねあの何、ー、だろうな宗教とか占いのダメなところって要は非暗示性って言うんだけど騙されやすい人を騙しちゃうモデルじゃん。うんそこがねちょっとやだよ。要は困ってる人のところに来るんだよ宗教家って、うんうん。自分が神だと思ってる成功してる人には寄らないじゃん。 だだって神なんだから俺人生全然ハッピーだよっていう人には来ないでしょうん悩んでるとか死にたいとか思ってる人のところに来るからまずいんだよねちょっとねうんだから別に俺のところ来たら何でも言ってあげるよ素晴らしいっていいカルマがついてるって守護霊がいいねっつって前世がいいよってみんなに言ってあげるよそれ人生変わるならいくらでも言ってあげるよ ああただでやってるよそんな <laughs> なんでさあれさ生まれ変わりの話ってさあなた昔画家だったわねとかさ貴族ヨーロッパの貴族だったわねってあんま聞いたことないんだよねあ,あなたの前生消しゴムだよって「<laughs> え俺の先生消しゴムなんですか?」つって「そうよ」っ、う、て、ん、だからあなたねすぐ忘れっぽいところあるでしょって「記憶が消えることない?」っつって「あります」って。 あなたの前世消消しゴムだからすぐ消えちゃうのっっつて面白いじゃんそういう方が良くないなんでさカマキリよとか言われないのえっって <laughs> ちょっと顔がカマキリっぽいでしょってよそっちの方が面白いと思うんだけどな,なんでそのちょっとよさげなところ言う,言うんだろうね前世モルっていうか、うん、あなたの前の人生奴隷よとか言われないもんね <laughs> 奴隷っすかみたいなそうってだからあなた チェーンつけるでしょよくって。<laughs> あ、確かに鎖いっぱいつけてますね。好きですね。そうって。それはね、足かせの名残なのよ。とか言われないでしょなんなのあれ。奴隷の前線のやついっぱいいるはずなんだよ。<laughs> どう思ううん。<laughs> 言われたことあんのそれ金払ったのゴキブリ古代からいるから確率そう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 。ゴキブリだって言われた方が説得力あるよね。あーって。あー、そうっすねーって。 ゴキブリっすねっつって前世知ったところだから何なんだよって話ですね本当に本当にうん何から俺よく言うもん前世何って消しゴムって <laughs> うんそうそうそうえー、稲子さんいらっしゃい稲子ってこういう字書くの <laughs> 稲子ってこういう字書くの <laughs> もうすげえんか神々しいよ、うん、稲子。稲子さんいらっしゃいかっこいいなって 稲作の光, <laughs> 稲の光とか言って「稲子」<laughs> ーいやーいろんな人生あるな本当に楽しいよ<分>初見ですがんか釜っぽいですね俺結構言われるね昔から「あのゲイですか?とかすか」とか「オカマですか?」とかすごい昔から言われるんだけどのんけだしあっでも乙女な部分はちょっとあるねうん 鎌ではないけどあのちょっと俺の中にある乙女心がほとばしってる時ある宗教を否定する理由を教えてこれ結構重たい話になるけどいい経理師さんあのそういう気分じゃないなっていう時はあんまりこの話聞かない方がいいんだよ結構重いよマジでヘビーな話になってもいい人は手を挙げてじゃ嫌だっていう人はバカ話よこのまま今楽しいから ただ宗教を否定する理由を語るんだったら結構ガチじゃ重い話になるけど、うん、そういう話でいいんだったら話すよ、うん、初見さんいらっしゃいツバちゃんさんもし面白かったらフォローしてください、うん、いつかあなたの前世は関信号ですって言われるやついるのかなやだよね、うん、<laughs> まだ生きてるんだろうね多分ね大丈夫あの俺虐待されてた経験があるんですよ虐待されてたことがあってで、ね あの母親が精神病になってずっとぶん殴られ続けてたの簡単に言うとざっくり言うとでその時に俺すっごい神様にお祈りしたの小学2年生の時9歳の時に「神様お母さんを治して」って何万回じゃ聞かないぐらい毎日唱えたの殴られながらもずーっと唱えたの「お母さん治して」って。 神様にずっとずっと祈ったの誰も助けてくれなかったんだよねうんその時に俺は神はいないって思ったのうん俺は神はいないって確信したただそっから気づきがあって神はいないんだけど神はあるっていうことに気づいただから神の名のつくものは基本的に嫌いだった俺は全部自分でやってきたから そんな感じです。宗教否定派ですかあ、全然いいよ。否定派でも。俺も嫌いだもん、宗教、うん、FX で神様にお願いしてた。映画「牛島くん」サードシーズンで見たけど、和道さん、牛島くんに似てるわ。似てないだろう。山田孝之に似てないだろう。おやつうまおみかんさんいらっしゃる。そう。神は現象なんだよ。俺の中では。 宇宙そのものもとか、宇宙よりももっと広いものなんだけどこの世にある全てなのねうん神はだからそれが見えるようになってくると面白くなるねふわっちは初見あぜひフォローしてってください、うん、サファリサファリっていうんだ、うん、和道さんの彼女ですかって言われたんですけどなんでだろう誰に言われたの誰に言われたの <laughs> よくわかんねえわうん 神俺は神の一部だと思ってるね「生きる子は皆神の子」って「ドラゴンクエスト」の言葉があるけど、うん、宗教で救われる人も否定しますが全然否定しません、うん、救える人が俺は宗教でも救える人がいるしボクサーでもいるしプロレスラーでもレーサーでもバスケットマンでも漫画家でもいっぱいいると思う宗教じゃなくても救えるんだよ でも宗教でも救えると思ってる。で、人のことが救える人は俺はすごい人だと思ってる。うん。いやもうね、実はね、神様のおかげじゃないんだよね。その人が偉いんだよ。うん、俺はそう信じてるよ。神様とかじゃないんだよ。多分その人が尊い生き方してるだけだと思うよ、うん。初見さんいらっしゃい。面白かったらフォローしてね。和堂です。おはようございます。 えー、新しいフォロワーさん紹介します。おみかんさんフォローありがとう。つばしゃんさんフォローありがとう。マニア様ピンク姫さんフォローありがとう。リリーさんフォローありがとうございます。あと2人のフォロワーさんで1500人だぜ。ありがとう、うん。初見フォローしたよ。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。うん。まあまあ、そういう、そういうことがあります。うん、神様って見える人と見えない人がいるんだよ。 でも別に見えなくても生きていけるから。神があるから何か役に立つわけじゃないんだよ。うん。あの、いろんなところに神があるし、いるんだよ。だって神の中に住んでるわけだから。自分も神の一部だし。その、神様、キリスト教の聖書には神はあるって書いてあるの。神いるって書いてないの。だからね、これを神様を擬人化したのが間違いですよ。うん、フォローありがとう。ありがとうございます。嬉しいです。お おー1500人超えました皆さんありがとうございます新しいフォロワーさん紹介しますピノコさんフォローありがとうあっちゃんぶりけ熊あやさんフォローありがとうたかさんフォローありがとうありがとうございます1500人超えましたありがとうございます一個の区切りだね本当に1500人超えて超えてそう気持ちのよりどころっていうかね感情とかに含まれてるよねやっぱうん俺はだから神様っていうのは人じゃないと思ってるね 人人の形を絶対してててなくてその神がかってる人とかっると言うじゃんだからその輝いてたりするんだよ浅井さんの風に言うと光っていうんだけどそこはいや人間って弱いからその人,人を作っちゃったんだよ妄想で生まれ変わりはあってほしいな死ぬ時は思うなと思うなあのね生まれ変わりをね日本人全然理解してなくて生まれ変わりが 生まれ変わりの話をするとさっき出たウパニシャット哲学ってあるでしょあれって奴隷の人たちが生まれ変わらせないため生まれ変わりたくないから頑張ってたんだよだから日本人って豊かだから来世も会おうねとかポジティブに捉えてるでしょ生まれ変わったら何するとかポジティブに言うのよこれ間違っててもう生まれ変わりたくないから奴隷をやるんだよだから生まれ変わりの論理をすり替わってるの元々の定義は生まれ変わりたくないから頑張るの原生 意味が違うんだよ日本人ってねそこを根本を理解してないから世界の宗教家から何言ってんだって思われてるの生まれ変わるっていうのは苦なんだよ神はいるかもしれないけど神も助けるとは言ってないからねあのねあのー、助ける要は要はね神って日本人が特にするんだけど神頼みをするのって日本人だけなんですよいや神様受験 合格させてくださいお年玉いっぱいくださいとか言うでしょあれって世界的な宗教って面白くて神様の方が人間より上じゃんだからお願い事しちゃダメなのだってお願い事叶ったら神が自分の命令を聞いたことになるからダメじゃんだから本当にあ看護師とかで正しい人は俺お参りの時もそうなんだけど報告だけするんだよ今年もいい一年でした来年も頑張りますって神様に報告するだけの神様に命令したらダメでしょ お願いって言って優しく言ってるけどそれ言ったら神が命令聞いたことになるじゃんだ,だから世界の宗教家が「えって神様にお願いするってこいつら正気か?」って思われるのよ要はね日本人っていうのは神を下に見てるの、うん、それくらい豊かな国なのね、うん、だからみんなね神様にお願いするのは間違ってますよ、うん、面白いでしょ、うん、こんな深いトークできる和道さん初めてだかっけーあーざっす あざす失礼だろ <laughs>、えー、マーヤンさんフォローありがとうハルさんフォローありがとう <laughs> はいワタツおちんちんさんいらっしゃいグー正解そう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 本当に知ってる神主さんとかちゃんと教えるよ、うん、報告だけしてください神様は見守る存在ですからうんそうでもまあね民間でいろいろ発達していくもんだからね来てくれたらいいんだよ 宗教かなんかへりくつの塊じゃねえかうーんそうねそのさっきもコメントで指摘あったけどブッダっていうのは理屈こねすぎっていうふうにあったけどうーん俺はそういうふうには感じないかなすごく理路整然と正しく言ってるっていうかブッダの話を聞くと仏教がやってることを間違ってるっていうのを正しく説明してくれるし その本当にストトレートな答えブッダっていろんなエピソードがあるんだけど仏教って仏教がすごいんじゃなくてブッダがすごいんだよ結構、うん、お願いなんてプラシーボ効果みたいなもん引き寄せの法則とかはまさにそうだよね、うん、引き寄せの法則ってあるんだよプラセボがあるんだから、うん、だって内科にかかる時に初診で風邪かもしれませんって病院に行った時に薬処方箋の薬と病名が合ってるかどうかって そ診断率っていうのかなあれ3割ぐらいしか当たんないらしいよ。で7割ぐらい治るの。<laughs> ってことは4割プラセボなんだよ。<laughs> すごいでしょ。お医者さんに行っても医者が病名当てる確率3割なんだよ。<laughs> だから適当なビタミン剤とか出しても治っちゃうんだよ。人間って。だから注射打たれた瞬間なんかおお治ったわみたいなあれ思い込みなんだよねほとんどが。人間のパワーですよ。それは。うん、すごいと思う。 プラセボ効果プラシーボ効果とかプラセボって俺は呼んでるけどプラセボ効果で調べてみてみください、うん、そう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 だから偽薬っていうその偽薬の話なんだけどなおちゃんがしてるのはそうあの治験とかやったことある人のはね偽薬が必ず混ざってるっていうのは有名な話そうプラセボが治る確率って半々とか4割とか俺は4割って聞いてるから4割説を今唱えたんだけどなお、まあ、ちゃん半々って言ってるけど。 そう内科の初診の薬が当てはまる率要は病名当たる率は3割で残りの4割はプラセボだから7割が治っちゃう原理のうちの 4, 4割ぐらいが思い込みなの、うんえー、そもそもお願い事も昔は村の平和とか災害や干ばつが続いた時にお譲りくださいか誰かのために祈るものだったはずなのに今は豊かになりすぎて個人の叶えたくてそう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 ほんにそう、うん、風邪薬作ったらノーベル賞のものだからね <laughs> まあだ,だけどねそのなんだろうなうん俺ね面白いなって思うのがあのね最近要はおまじないとかさ民間のさ信仰ってあるじゃんで傷を治す時に「手当て」っていう言葉があるでしょあれ語源でハンドヒーリングが語源なのね傷を治す時に「痛い痛い!」っつってる時に手を当ててたの本当に昔の原始人とかだから傷を治すことを「手当て」って言うじゃん日本人って。 でもそれっておまじないでしょってプラセボでしょみたいに思ってたけど実は超理にかなってたの人間の神経ってあるじゃんで通覚っていうところよりも触覚器官の方が強く脳に作用するのだから痛みが引くのは脳機能学的に本当だったっていうのが証明されたの面白いでしょい痛い痛いって言ってるのは神経じゃんこの神経よりも触った触覚の方が強く作用するから痛みが和らぐの面白くない 寿命はあるのかないのか俺はだから仏教の説から考えると絶対に人は死ぬ死から逃れられないと思ってるから寿命ある派の考えですね、うん、仏教的に言うともう永遠なんてものはないっていう、うん、ところで1週間サボりましたねトレーニングは今日あのー、日曜日なんで今日殴り合いしますけどドラさんに教えてもらいますけどちょっとねメンタルとねフィジカルが良くなくてうん 痛いのに痛そうそう痛いの痛いのそんでけも同じ原理、うん、触るでしょさするでしょうんそういやなんか今日いい放送だななんかちょっと今日のリスナーいい感じだね好きだな今が今側がちょっと盛り上げてくれたよ、ねうん。 今川先生が。寝配信やったことないんだけど、<laughs> 寝配信今日やってみようかな。<laughs> どう思う寝配信。需要あるのかな <laughs> 俺が寝てるところって需要あるのかなコ <laughs> ーとか言って。ないだろうな。うん、なんかね、アイラが言ってたんだけど、寝配信で起きたら花火何発が入ってんだよなとか言ってて。需要ないけど、 なんかめっちゃうらやましいとか思ってだって朝起きたら稼げてるんだよ数千円すごくない寝てるだけなんだよ需要は少ないけど花火する人いるんだぜすごくない <laughs> 人工水溶液で若返るこれ俺の説だからオカルトの話していいオカルトの話していい俺 寿命が延びてるのって宇宙が膨大になってるから宇宙時間が延びてることと関係してると思ってんのうんあやばい話になってきたろ持 <laughs> 論で語る時は結構飛ぶんだよ俺なんかなんかその理屈こねてる時はあーなんかわざそれっぽいなって説得力あるんだけど急にね突拍子もないメンヘラモードに入ることがあるなんでね配信ってあるんだろうやっぱり暇だしそこのリスナーと交流できるからなうん 要は和道についてああだこうだ言える仲間が少なくてもいるじゃん,んか悪口言ったりとかハゲとか言えるじゃん <laughs> そこになんか需要あんじゃないのやっぱり、うん、どうなんだろう、うん、はい和道おおナボコフいらっしゃい、うん、久しぶり野田、うん、の寝配信もう見たくない、はあ、寝配信好きなのふお。 寝息が見たいとかいう変態だよほんと寝顔見ながら悪口は絶対面白いでしょだってねえ言いい車ならなんないわけじゃんだから朝起きてコメント全部見たりしないでしょう寝息を探し回ってる寝息フェチだ なん <laughs> だそれ人の免疫なんか全然関心ないけどなうん飯の質とか3杯ちゃんと食える医療の発達じゃないのに純粋になんか俺がんっていう病気が新しい病気だっていうのは俺嘘だと思っててそうじゃなくて 簡単に言うと食料とかが質が高くなったから要は昔の人は怪我とかで死んでたわけじゃん怪我とかウイルスとかで死んでたんだけどどんどん医学が合ってるし死ななくなってきて要は寿命でしょって思う昔の人はがんとかじゃなくてああもうおじいちゃんだから死んじゃったんだって言って死因を別のことにしてたけど多分がんってあったんだと思うんだよがんになる前に死んでたんだと思うんだよだから その癌が出てきたらいよいよだなって思ってる、うん、和堂さんの良い寝息しそうだから是非録画してくださいやってみるか今度生活音聞くの好きだからそれと似たようなもんへえ生活音だよ、うん、ちょっとトイレ行ってくるわちょっと休憩、うん you mm -hmm. テーステーステース,テースああワンツーハヘイはい,い戻ったよ、うん、ああああベンジョムシのゴリラか何の話うん,うん稲光さんフォローありがとうフォロワーさん増えてますね なこさんフォローありがとうああもう5時か今日トレーニングだからな今日は辛いぞ練習全然練習してこなかったからなあそうだホワイトデーお返ししないとノンタにホワイトデー何しよっかな何がおすすめホワイトデーどうしよう なんかさ、女の人がもらって嬉しいものみたいなのちょっと教えてくんない何がいいかな大会の絵流してたうん。ああ、そういうことか。ネックレス何がいいかなネックレスか。モンタン何が喜ぶんだろう。モンタンね、ネックレスプレゼントしたりね、服プレゼントしても着てくれないんだよね。一回も着てくんないの。 な,なんだっけクリスマスプレゼントもねまだ1回も身につけてなくて何で着てくんないの?」っつったらなんかもうね俺のこと好きすぎるの俺の彼女もう宝物だからこれは着れないとかいうかわいいでしょこれ着たらボロボロになっちゃうから和道さんに初めてもらったから着れないとか言ってウケるでしょ、うん、財布か財布いいかな総合格闘技ですねあ総合じゃない総合じゃないあの「タイ立ち技」です 指輪は別の日がいいから絶対ダメ。金金か、飲んたん金別にな困ってねえからな、うん。金か、うん。何がいいかな、うん、お菓子あげても食べないかなめっちゃ食べるよ。多分でも、なんかね、記念になんか、うん、初めての、ね俺ベルトもらったんだよ、バレンタイン。 ベ,ベルトこれこれノンタンがバレンタインの時くれたベルトこれなんだよ本革のねあの赤いベルト、うん、これこのベルトをプレゼントしてくれたんだよねノンタン、うん、かっこいいよねなんか俺が好きそうなのちゃんとセンスいいから分かってくれてんだよのろけてる別にのろけてねえだろ <laughs> それ被害妄想じゃねえか 彼女のバレンタインのお返し何がいいかなっつってのろけかよ。うん。これベルトいいよね。うん。すごかっこよくて気に入ってるんだけど。アングルこっちの方がいい。あ、そう。うん。ユイガの彼女もなんていう。あ、そうなんだ。うん。まあ偶然っすね、うん。ペアリング。 ペアリングは手作りで作ってほしいって言われてんだよね。一緒にちょっと違うと、あ、ご飯連れてくのいいかもね。ちょっとね。ちょっといいとこね。宇宙で高速移動したら過去に行ける。時間っていう概念が俺にはないと思ってるから、みんなが思ってるタイムマシンのタイム自体を、俺は時間がないっつってんのね。普通の人に。時間っていうのは運動を指す言葉だっていう説明をしてて。だからタイムマシンはできないっすね ヘアリングは誕生日とかクリスマスがよくないああそうしよっかそうしよっかうんそうします、うん、何がいいんだろうな和道さんの時間がない付きいや時間はないよ、うん、あのもともと人間が考えてるカレンダーとか24時間っていうのは星の運動を使っ,使ってるわけですよでその 稲作とか一日の労働とか要は夜が来たら危ないとかそういう夏の人間の都合でできた概念なんですよ。だけど科学者が言ってる時間っていうのは運動の運動を指すベクトルでしょ要は物が進むスピードとか要は惑星間の移動とかの話なんですよ。だから過去とか未来っていうのはみんなが言ってるのは記憶のことを指してるの。思い出とか。で みんなね記憶って時系列順に並んでるって勝手に思い込んでるけどこれ脳機能学的に正しくないんですよ脳機能学的に言うといかに怖い思いしたかとかいかに感動したかっていう情動記憶の方が結びつきが強いのうれしい楽しい気持ちいいとか痛いとか怖いとかうんで特にトラウマって言われてるのはなんで離れないかっていう痛いとか怖いがつながってるからの 要は痛いとか怖いの生物の根源だから次同じことが起きないように脳が強くインプットするんですよ。でしょ言われてみたらあの昨日の記憶とかよりも3年前の超痛かった記憶とかの方が鮮明でしょ、うん、これ情動記憶って言うんだけどだから脳の記憶って実はバラバラに入ってんだよ、うん。強さが全然違うの。だから時間があるっていうのは人間の思い込み簡単に言うと。 運動してるだけだけからで過去に行きたいってしでょないでしょこれは光の速度を超えたらどうなるのか光を超えるものがないから無効化が見えるっていうその文系の人が考えた時間概念とかがどんどんその科学者が言う運動とかの理論を文系が都合よくその脳で解釈したからそういう風に思い込んでるだけなの。 時間そのものがないの。ないって言ったら語弊があるか。時間そのものが思い込みって感じかな。あと、あの、これ面白い話なんだけど、すっごい怖い話していい。すっごい怖い話していい。これ、これ本当のことだよ。嘘でも何でもないんだよ。時間について超怖い話するよ。俺、これ聞いた時、怖っと思ったの。本当に 確かに言われてみたらと思ったらっ思のみんなが思ってる時間軸って過去現在未来でしょこれ実は逆なんだよ過去現在未来って逆なのもう意味わかんないでしょ過去から現在未来に流れてないの時間って逆なの未来から過去あ未来現在過去の順番に流れてんだよ これを理解できる人がいたら超頭いいと思う。そういえば最近論文で時間存在しないってあったような、あ、そうなんだ。これは俺子供の頃から言ってる。どういうことってなるじゃん。これが理解できるやつは相当頭いいよ、これ。想像できるやつは。これを理屈として理解じゃなくて頭の中で想像できるやつは超頭いい。うん。飛行機って違う国に行けば過去には行けるけど時差で。だけど、その、 なんていうのタイムマシンの定義ってさ過去に行っても自分に会えると思い込んでるじゃん。で要はそんなわけないじゃん。<laughs> 怖い話でしょ。分かんない知りたい。いやこれは知りたいとかじゃないの想像なんだよ。これを理解できると時間が存在しないという俺は未来からも逆算もできるの。<laughs> 言ってる意味が分かんないと思う。これは脳,脳が発達してないで,できないの。禅とか瞑想とかができてないダメで。 要は、過去、未来、現在って流れてるってこれ、思い込みなんだよ。わかるこれを理解できるかどうかなこれって脳が勝手に思い込んでるだけなの。だから、今トリックスター的に未来、現在、過去に流れてるよって言われてパニック起こしたでしょ。何言ってんのみたいな。だけど、過去、現在、未来って流れてる証拠をこの,にこの中にいる人間突き出せないの。だから、解釈の仕方変えても問題が起こらないんだよ。 わかる洗脳されてたっていう人間の本能に組み込まれてるドラえもんがいるからいけるでしょ <laughs>、うん、逆に言ったら過去現在未来っていう進んでる論拠って記憶なんだよわかるこれが人間がその自我を持ってるっていう根幹につながってくるんだけどそう自我って厄介なんだよそれがね大体いい曇らせるいろんなね答えを間違えらせたりするの 怖い話お願いです怖い話ないかなでも実は 実は未来現在過去っていうふうに考えた方が時間の流れとしては正しいの未来から来るわけだからうんでしょ言ってる意味わかる過去から未来に進んでるイメージなんだよみんな違うんだよ未来がやってくるのガーッとでしょだから時間軸的には本当は未来現在過去って過ぎてるはずな人間って逆で考えてるの言ってる意味わかる 多分ね、これ分かんない人多いと思うんだよね。何言ってるか分かんないでしょ。これはね、体感とか脳のトレーニングしたらい多分分かんないと思うよ。だってそうじゃん。未来からやってきて、現在を通り過ぎて過去に行ってるわけじゃん。未来から来てるじゃん、本来。でしょなのに、人間っていうのは生まれた時っていう記憶を元にしてるから、過去から現在に進んでる感覚があるっていう。本当は、 明日のの自分が決まってるのかそういういい話じゃないんだよ時間の流れの話をしてるの。時間の流れっていうのは未来から迫ってくるの。で、俺らっていうのはその場所からどれをチョイスするかしかできないでしょ未来って決まってるんじゃなくて無限のランダムがやってくるの。それをどれを選ぶかで人生が常にもう変わり続けるっていう話なんだけど。わかるかな 意味が分からん初見多分,分かんないと思うこれ分かる人って脳の,その展開図みたいのがすっごい発達してる人なんだようーん図解でやるかこれ説明するの難しいんだよな例えばこれに似た話ですごい難しいのがみんなねパニックを起こすのがねあの地球はこう,でこうだよっていう話をするんだけどみんなねえ丸いものなんかあるかな。 丸いもの。ボールを持っておきたいな常に。あどうしようかな。あ、いいのあった。地球があります。地球があります。地球です。人はどれにしようかな。人は地球があります。じゃあ、この十円玉にしようか。これが人だとします。みんなさ、勝手にこうやって思い込んでるでしょ。わかる 地球っっっててていうう丸があって勝手にこう思ってるでしょでもこうじゃないんだよ。言ってる意味わかる,こう,るこうでもあるんだよ。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 そうでしょ見え方によって変わるな要は地球のどっかにひっついてるだけなんだけどみんな勝手に脳内でこうやって補正してるのわかる。俺はこういう風にできるの。要は地球の反対側にいて宇宙にひっついてて要は わかるこの感覚。みんな勝手にこう思い込んでるの。それは脳がこうあって目がこうあって足がこうあって。でも宇宙空間から見たら人間ってこうやってくっついてる場合もこうやってくっついてる場合もあんだよ。だから回ってるんだから。言ってみたらそうでしょでしょ宇宙から見たらこうやって見えるんだよ。こうやって見えるんだよ。だからこうだって思い込みなの、これ。これがそう、地動説とか、要は海の向こう側にいた崖になるっていう、要はあのフィルターがかかってる状態ね。 というように、時間軸も同じようにそれが説明できるよっていう話。うん。そういうこと時間をきちんビラちゃんマン超頭いいみんな、この人すごいよ。この人が言ってる、そういうことなの。時間側に自分が立てるかな。要は、重力とかと一緒よ。どの目線で見るのか。うん。わかりたくてつらい。これはね、ビラちゃんマンがいい答えを出した。 うん、時間を基軸にするのか自分を基軸にするのかそういうこと要はね俯瞰してみるってそういうことなんだよ要は自分の目だから地面が下って思い込んでるんだよ地球から見るとでしょ地面で下じゃん空は上じゃんってことはこうじゃんって地球は丸だって分かってたもん違うんだよ円運動だからこうなんだよ無限にこうやってひっついてるんだよ、うん、だからどっから見るか,かどっから観測するかによって見方って変わるの 地球の周りを歩いててると思ってます体感でってことだよ。俺は逆に体感で、要は、なんつうの、逆さまに歩いてるってことだよ。体感だよ。重力を逆に体感で感じれるかよ。理屈じゃなくて。俺感じれるのよ。うんとね、だから寝てる時に空に宇宙が膨大に広がっていて、落ちないようにくっついてるっていう、背中に。だから、絵で言うとこういう感じこうピターってくっついて、空に向かって、こう、空が襲ってくる感じとかあるの。 背中にくっっついてるってるこれね全員やってないと難しいんだよなんとなく分かるようなでこゆきいらっしゃい、うん <laughs> うんうん、時間は未来現在過去に流れてる的なそう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 いう話ね、うん、少し理解できた、うん、はいワード2いらっしゃい だからその五感に縛られてるのがやっぱ生物だし、うん、そのね五感を超えた先にもう体感があるんですよ。うん、それをね見つける発見みたいなの面白いよやっぱり。 股間に縛られない生き物っている例えばその2次元で生きてる人例えばその俺らは3次元で立体を知覚できるわけじゃん,うん例えばこれだとしたら平面とこう立体要はその XYZ ってあるわけじゃん立体を感じれるけど平面しか感じれない生物っているのよ だからこう言って平面が続いて急に平面になるのずっと平面しか見えないの虫でいるんだよ意味わかんないでしょ彼らはずっと地平線だけ歩いて急にパッて切り替わるの平面がパッて切り替わるの平面がパッて切り替わるのだけど引きで見るんだよ人間はそうするとあ縄歩いてるなとか虫が要はこれがその次元次元数が多い方が 次元数が少ない方を観測することはできるんだけど次元数の少ない方は次元数の多い方を観測できないっていうことなんだけどうんそうだからその難しいっていう多次元を説明するのがすごい難しいっていう話、ねうん、その地球の例えと未来現在過去との結びつきについてもう少し説明していただけませんか簡単に言うと今その あの地球の話っていうのは脳の使い方で体幹っていうのがないとダメだよって言った体幹の,その例えの一つはねそれと結びついてるっていうか脳の展開の仕方の一個の例えでさっきその何て言うのかなあのえビラちゃんマンが言ったんだけど時間っていうのは自分を基軸にしてる要は自分この地球の説明で言うと自分は地面が下自分から見たら空が上っていうその何て言うの思い込みっていうか現実があるわけじゃん。 そこに人間は縛られるっていう話の例えなの。例なで、要はさっきも言ったようにビラちゃんマンのように時間軸側からすると未来から迫ってきてるっていうのがわかるでしょってそれを自分っていうのから離れて時間側になって自分を通過する感覚っていうのを体感で得られるかっていう話なんだよわ、うん、かる俺は体感主義者なんですよ理論,理論でもちろん説明するんだけどそれの一個の例え「仏さんいらっし 1> 1番番ロハエッジ2番なんだ、うん、第六感はあるんですか第六感は経験って言われてるよね、うん。人間が持ってる霊感とか第六感っていうのは経験だって言われてて実はその経験から結びついてくるものすっごい脳の速さの論理ってすごい遅いんだよ言語だからだけど感覚とか感性とかっていうのは経験なんだって反射とか呼ばれてる。 ここまで行くとすっごい早いから、おそらく第六巻だろうって言われてるよね。<laughs> はい、ワード2、いらっしゃい。面白い、ありがとうございます。ぜひフォローしてください。応援してください。リスナーさんがいないとね、成り立たない配信者なんで、ぜひぜひよろしくお願いします。応援してください。 1>, 前は 1, 1は11は全みたいなもんうーんそれが何を指す言葉なのか分かんねえかな、うんうん、ビ,ックリマビッグバンまで戻るんですか,だかビッグバンが終わりって考えられるかどうかだよね ビッグバンを終わりだって思えるかかどうかビッグバンは始まりだって思い込まれてるわけだ。でもビッグバンが終わりだって考えると宇宙がブワーって収束していくイメージだと面白いけど始まりと終わりって俺イコールだと思ってるから。 ありがとうございます春さんフォローありがとうお、マダオさんだ、うん、いらっしゃい第6巻は人間が便利を求めるあまり失った力やと僕は思う例えば取り交ってるとわかるんだけど社会いるじゃん社会ってすごくて俺とノンタンとかだけなんだけど近所の人が歩いてもピッピ言わないのだけど俺が家出て帰るとき道路からピッピピッピ言うの だからノンタン来たり俺が来たらノンタンもすぐ分かんの釈迦かなくからすごいよってことは多分あの鳥は俺らが知覚できない聴覚か赤外線なのかその人のなんだか分からないものを持ってるんだよそれを鳥飼ってると分かるのね俺を明らかに俺とかノンタンの時だけピッ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 って帰ってきた帰ってきたって騒ぐのよ 5m ーーぐらいその家の近くの、まあ、面白いよだから よく隠れてこっそり家に入ろうとかできないのこの家って。うん。なんから犬とか飼っててもわかるでしょなんか特別な嗅覚持ってたりとかするじゃん。人間を超えた感覚みたいな動物持ってるからね、うん。この宇宙自体何なのか。原始かもしれないしね。言われてるよね。だからその生物と実は繋がってるんじゃないかとか。よく生物学でやってる人とかさ、なんか人体は宇宙だっていう。それはたとえ比喩表現で言ってるんだけど、 実はつながってたりするのかな誰かの人間の体なんじゃないかとかね <laughs>。最近、和藤さんの YouTube 見るのにハマったり、ああ、ぜひぜひ YouTube もフォローしてください。Facebook とかの友達申請してくれたら全然やるよ。特別に意識せずにできてることが本当に理解できていること。そうだよね。あの体感って説明がいらないんだよ。で なんかね、みんなね、論理的なのが頭がいいって思い込まされてるけど、俺はそうじゃなくて、五感が鋭いやつの方が絶対有利なんだよ。俺が思うに。要は動物的な方が本来、なんか人間っコミュニケーション能力に特化してるから言語とか、ね、言語を操る、論理的に言語を操れば操るほど頭がいいって見えるけど、そんなことないと思うよ。うん。うん 言葉下手でも A 書くの上手いやつとかいっぱいいるからね。あ、YouTube 登録ありがとう。モード宇宙の構造は類似性高いからね。なんかネットワーク論とかを調べてたとすげえ面白かったよ。インターネットの普及の仕方と、要はイ,ンインターネットの回線のつながり方とか、あと、その脳のシナプスの形成の仕方とか、そのアリが、軍隊アリが巣を作る時の構造とかがすっごい似てるみたいな話があって。 だから、なんか宇宙って実はそういう法則性みたいなのがあるんじゃないかみたいな、ちょっとオカルトの話っぽくなるんだけど、それはね、なんか感動したね、図で見た時にね。なんかこう宇宙から地球を照らした時の光の感じとかね、インターネットの普及とか、脳の構造とか比較していくの。すげえとか思って、なんかそういう神がかったなんかあるんじゃないかなとか思ってるけど。ね、なんか答え合わせが終わったものだけをね、 信じるって言っても面白くないからね、うん。絵描きは口下手ってイメージある。あと、俺、プログラマーの人ってほんと口下手なイメージある。だから、喋りの上手いプログラマー、俺信用してない、あんまり。本当に優秀なプログラマーって喋りほんと下手なの。<laughs> 何言ってるか分かんないぐらい下手なんだけど、優秀な人ほどいいプログラム書くんだよ。でコミ、コミュ症なんだよでやっぱね、自閉症が C 言語得意っていうのはね、俺すごい分かるよ。 でコミュニケーション能力高いプログラマープログラマーとしてちょっとなみたいな <laughs> 絶対この人尖ってないな偏見なんだけど完全にこれはね経験則で俺分かるんだよ会社やってた時にねこいつ大丈夫かなとかこの人仕事任せて大丈夫かなっていうプログラマーほど優秀新しいフォロワーさんユミコさんをフォローありがとうああハートありがとうございますハルさん ありがとうそういえば AI のディープラーニングを可視化した画像が宇宙そっくり。へえんかあるんだろうな。なんかねだからね地球とか宇宙とかって多分すっごい整ってるんだよね。なんかそうね変な話なんだけどマリファナ大好きなマリファナ大好きなプログラマーの人がいてすっごい頭いい人なのその人。 俺マリファナ吸わないから分かんないんだけどマリファナすごいそうよそうよみたいに言ってくるんだけどいや俺は吸わないっすって言ってただその人が言ってたのがプログラムをやり始めると世界の見え方が変わったって言って草とか木も絶対プログラムなんですよっていうのマリファナやるようになったから分かったんだけどとか言って草とか木もプログラムなんですよって人間も誰かが書いたプログラムなのプログラマーは分かるんですよって勘で。 要はこんな理路整然として木とかがこう太陽に向かってとかもう要は自然発生してるものとは思えないとこの宇宙全体が要は誰かがこういうプログラムを書いてるとしか思えないって言っててその話は面白かったねそれが真実かどうかじゃなくてその人の感性が面白くて要はだから宇宙人いるって言ってたよその人要は超頭いいやつがなんか DNA なのか何なのか分かんないけどもうすっごいのを作ってると、うん、ガキの頃アリの巣にホース水突っ込んで遊んでたよなんか知ってるあのアリの巣にさ溶かしたアルミ缶を流してアートを作るっていうやつが結構すごいんだよもうアリ全滅するんだけど <laughs> すっごい綺麗なねガーって根っこから引きずり出すともう超綺麗なこんなでっかいこんなでっかいね アルミができるんだけどすげななみたいな <laughs> 大量に殺してるなってこの宇宙全てのものが2進数で書けるから俺ねだからね2進数って怖いんだよね <laughs> 要はディスクリートマスって言うんだっけあのコンピューターとかやってる人だったらわかると思うんだけど0と1だけで計算するんだけどまさにそのコンピューターの世界だよね。 ディスクリートマスで合ってたから間違ってたらごめんね二進法なんだけどね0と1だけで計算の意味が分かんない今だにジョブズも LSD をやったの人生3番目に大事なことえ言ってる言ってる、うん、宇宙人くらいいるでしょ俺は宇宙人いないと思う方がバカバカしいと思っててまず俺がいるんだから俺宇宙人だしっていう <laughs> いるだろってここにいるだろっていう まず、まあ、これが、まあ、言葉遊びとしての前提ね。ちょっと茶して言うなら、俺宇宙人だしっていうの。で、えっ、ー、とね、地球にある砂粒の数を想像してみて、砂漠とか、まあ、その辺に落ちてる砂とか、植木鉢の砂も全部含めて、砂の数ね、とんでもない膨大な量あるでしょ。砂の数、地球上にある砂の数、オッケーイメージできた。これよりも、宇宙にある星の数って多いの。 いるだろう絶対いるだろう。分かった。これを俺いないって言う方がおかしいと思ってんの。絶対いるんだよ。で、あのあ、今世界で一番頭がいいって言われてる、あの、なんだっけ。何や、ホーキング博士か。ホーキング博士が言ったのが、200万個体いるって言ってるんだよね。そうだよ。星ってそのくらい多いんだよ。<laughs> 知らなかったでしょ。 砂の数よりはるかに多いんだよアリの巣黒い橋見つながしたありがたい走り出した確率で考えたら宇宙人いる確率の方が高いよねだって地球人がいる時点でもう証明されちゃってるわけじゃんいるよね <laughs> 絶対いるよねただそのホーキング博士が何でその文明人と文明人宇宙人と宇宙人出会わないかって言ったらその説明がすごい面白くて 要は惑星の後期に知的生生命体は発生するんだって要は星が生まれてで膨大な時間をかけて水が発生してとか原生物ができて進化していくかで膨大な星の時間から考えると1個の星の生命体の時間から考えると要は星の終わりかけの時間。 要は、俺らが考えてるような時間材料はもう何億年とかいう世界だから。<laughs> もっと長いんだよ。地球が爆発しますとかいう話じゃなくて。要は、星の後期、宇宙時間で考えると、すごい短い、最後の方に現れると。で、距離がものすごく遠いんだって。とんでもない、もう何百光年、光の速度で何百年っていう世界だから、要は、その一瞬と一瞬の知的生命体とこの交流するまでの知能を発達する確率がすごい難しいんだって。 わかるる知的生命体は絶対いるとただそれとそれが触れ合うっていう確率がもうとんでもないんだって <laughs>、うん、まあそれを考えたらそうだろうなみたいなうんでもねなんか地球が滅ぶとしたらド藤はどうするっていうなんか面白い質問をリスナーがしたことがあって俺が考えたのが地球の DNA みたいなウイルスを 宇宙にまくって人類星が地球が今何年か後に爆発するとしたらもう俺らは生き残れないとで火星に行くとは無理だともう物理的にその時に俺人類が最後の悪悪気でやるのをすっごい頭の中でシミュレートしたら DNA とかウイルス要はブワーってばらまいてどっかのなんか原始生物に結びついたら人類ができるものを人間は多分作れると思ってんの。できそうじゃん多分ね それを言ったときに、ワード、俺らってもしかしてそれなんじゃないって言われたとき、でした。わかる <laughs> 要は、宇宙からお猿さんにくっついたんだよ、それが。ウイルスが。宇宙から飛んできた何かが。そしたら、急に、あのね、ダーウィンの進化論って実は人間には当てはまらないって言われてんの。ダーウィンが言ってんの。人間だけは、その得意点っていうのがあって、急激な進化をしてんの。人為的な。普通の進化の仕方じゃないんですよ。 なんか介入してるっていう風に言われてんの,その急にガーッて上がるんだけどそれなんじゃないかとか言われてたっけああ団子ゴムに注射器で洗剤入れてこう刺してた残酷だよな仮に急に触れ合えてもパニックになると思う俺ねでもね世界戦争がなくなるのは宇宙人がきっかけだと思ってて俺これずーっと唱えてたの放送で言ってたの戦争をなくす方法を教えてって簡単だよって仮想的作ればいいんだよってだから あの宇宙人を侵略するっていう風になったら戦争絶対止まるよって。で、人類対宇宙人って構想になるからって。それなんだかっていうと、戦争の歴史って全部そうなの。でしょうん。仮想的作ると一体化するんだよ、絶対。だから、それが一番現実的だよって言った時に言ってたんだけど、悔しいと思ったのがテラフォーマーの最新刊がまさにそれだったんだよ。絶対俺のリスナーだって思ったよ。テラフォーマーの作者俺のリスナーだよ。と <laughs> まさにまんまそれだったんだよねまあまあ絶対俺が元ネガだなって勝手に思い込んでるんだけど <laughs> NASA はあれだけ隠してるんだからなんかあるいやー隠してないでしょ、うん、なんか NASA が隠してるっていう方が俺 NASA の職員だったらとんでもない話持ってきた絶対言っちゃうもんあの、ね、人間の知的欲求あんまり甘く見ない方がいいよ 隠そうよりも伝えようの方が強いよ。うん、だってさ、あの、宇宙人やったら絶対次の可話性でしょ。俺絶対放送で言うもん。もう宇宙人に会った一言目に言うのはお願い俺の放送出てたもん。絶対言うよ俺。いいって。もう頼むからって。カメラ OK? っつって。絶対言うもん。 土星は地球の10倍あるし宇宙は無限神秘だほんとだよねでもさその未来の日本人とか地球人とか多分宇宙旅行行くんだよもしか下手したら俺らがじいさんになる頃行けるんだぜ超ロマンあるよなああの映画見たことあるあのねすごい怖くて面白かったんだよゼログラビティって映画知ってる ゼログラビティ見た人手挙げてゼログラビティ超面白いよあれ宇宙に会えたら死ぬまで自慢するでしょエリア51に行ったら殺されてもおかしくないって言うじゃないですか俺面白いよねもうねなんかね元おぉノンタンおはようノンタンプレゼントありがとうゼログラビティはもうえ昔の映画っぽいの映画の始まりって何かっていうと、うん、その白黒のシアター で、客座らせて、なんかね、ほんとね、10分以内、ほんと30秒ぐらいの映画なんだけど、映画って、機関車がバーっていう映像だけなの。音と。バーって来た時に、初めて見た人が逃げ出したのよ。電車が来るーっつって。要は、そ、そういう感覚なの。ゼログラピティの面白いところって、映画って1時間半ぐらいじゃん。ずーっと時系列が一緒なの。要はね、何をやってるかっていうと、宇宙で、こう、修理してる人がいるじゃん。 もうねストーリーとかないの宇宙でこう作業してたら隕石がバーンってきてブーンブーンハとか言ってずっと宇宙漂流する話なの超怖えよもうすっごいの臨場感とかはって言いながら宇宙がぐるぐる回っていくのすごいえっ死って何ほんだはって言いながらもうぐる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 回って要はもう遠心力どんどん加速していくの 超怖いよ本当に面白いよゼログラビティもうねやだ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 っていう酸素がなくなっていくのとか超リアルな <laughs>、うん、無限ってほんと予想できん<ー>ホリエモンが宇宙旅行誰でも行けるようにするってよ、うん アドンさん、フワッチャー配信してたんだ。久しぶりに見たら、ぜひフォローしてください。<laughs> 僕はフワッチャーですね。今。いや、もう本当にそれだけだよ。本当にそれだけの映画。だから、面白いのってさ、普通時間が飛ぶじゃん。時系列が。違うの。1時間30分の映画だったら、1時間30分、そっからずーっと、その時系列の。それが面白いと思って。なんかもう、難しいストーリーとか、感動させようとか、じゃなくて、もうシンプルにもその、 なんうの宇宙ってこうだぜみたいなのを伝えようとしてて、そのリアリティがすごいと思って。これは映画の原点だな、みたいな。インターステラーって映画もおすすめですよ。最先端の物理に基づいて。へー。モンタンディスってるぞあの。ブロックしようかな。めんどくせえな。インターステラー見てないですね。うん、面白いの。見てみようかな。 あんまりあのもうなんか最近放送もなんか変なことしか言わないしディスりしかないんであんまりひどかったらブロックしますノンタン警告ですえー、マサクエンエナダさんフォローありがとう仏さんフォローありがとうユミコさんフォローありがとう うん俺はねゼロが予想できない無限はなんとなく分かるんだけどゼロの意味が分かんないね、うん何、うんうんうん、これ 音が何だこれスタヤで借りれるかな見たいスタヤで借りれんじゃないのゼログラビティはうん、うん、おやすみ俺もそろそろ寝ようかな <laughs> ゼロって無ってわからないよね 概念としてはわかるんだけど、あると思い込んでるけど、実はゼロのものってないんだよね。これをね、友達に言われたんだよ。哲学好きなやつに。おい、島津。ゼロって、なんかゼロのものってあるつったら、ねえわ。つって、そうなんだよって。マイナス考えたやつはわかるじゃん。ってゼロのものってないよなって。ゼロだから。って言って、確かに。つって、ゼロってすげえな。つって、中学2年生くらいの時ゼロってすげえな。 なゼロってすげえなゼロってすげえってやってたよ中2の頃いろんなゼロってすごいがあったから、ね、おい島津ああゼロってすげえな」っつって「ああゼロってすげえな」 「ゼロの気持ち考えたことあんのかよ」ゼロずっと待ってたんだよお前のこと」<laughs> <laughs> そんな中学校時代だったよ「ゼロくんのこと好きなのを知ってるからか、ね」い <laughs> きなよ」もう,もうクラス中がゼロの話だったよミサキちゃんがゼロくんのことずっと好きなの私知ってるから <laughs> いいろろあったな <laughs> あのね友達に教えてもらったんだよね3回言うと大体面白くなるよって <laughs> 2回で心折れるやつはダメなやつだよ三3回言ってみてなんか面白くなってくるよって <laughs> 頭すっごいいい中学生かバカかどっちかうん,うんでもなんかいろいろあるじゃんいろいろあるよ、うん そそうそう,そうしつこいっていいよね結構俺も結構好き <laughs> くどいと下北にそういう六パラいるはいブロックします、はい、ブロックでーす、はい、<laughs> うん <laughs> うんうん 新しいフォロワーさんデコユッティユッキーさんフォローありがとう。えマッチャンの滑らない話の滑りっぱなし？あーあのね俺ねリアルに本当に滑ったなってあのあなんでアリタアリタの会話マジで滑ったと思ってるあれ。なんだっけあのカイジャリスイグじゃなくてなんだっけ今の名前忘れちゃったけどアリタはあやらかしたと思ったね。 結構でもねあのね笑いってみんなで作るもんだからそうあれはねその緊張感作って周りがみんなで笑わなきゃっていう空気を作ってるのあれうまいよでもね俺さんまさんのセリフが好きで滑らない話なんで嫌いかってさんまさん否定してるんだけど芸人なんだから滑らない話するの当たり前だろって言ったらしい <laughs> 俺さんまさん超正論だと思ってアホかっつって毎回滑らんわ つえーと思って。そうなんだよね。本来滑っちゃいけない職業じゃん。だけど、松本人志のすごいところってそこなんだよね。なんか、なんか、あ滑らないんだと思ってて、滑っちゃダメだよな、確かにっていう。そのクリームシチューか。うん。だ松本人志の,その企画力もすごいなと思うし、そのさんまさんの,その現場に対する職人的なこだわりもかっこいいと思うし。実は芸人で一番好きな島田紳助なのね。 かみってるっていうかああいうポジションに行きたいっていうのは信助さんなんですよ、うん、もうしんすけ大好きな信助良くないなんかなんであんなに急にアンチが増えたんだろうとか思って信介、うん、を超える司会者見たことないけどねだって松本人志のボケを殺す人ってあの人くらいだったからね シンスケはね、なんか、頭良すぎるのと、トークのうまさと、なんかね、その、メルヘンに無理やり持っていく感じがすごい好きだったね。あの、ガチな感じ。もうなんか、はっきり言ってなんか、なんつうの。なんだろう、草履の裏みたいな顔してんじゃん。もう、ひどい顔してるじゃん。<laughs> 大丈夫かっていう。だけど、めっちゃ、メルヘンじゃん。あの感じがすごい面白かったんだよ。どの顔で言うんだよ、みたいな。 でもやっぱトーク力とかすごいなと思ってる。本当に噛みかかってて一番面白かったなと思っていまだにシ助さんのその YouTube とか見るね。うん、あれ木村拓哉みたいな顔してたらさ、すっごいなんか女の子にモテる感じだけど、めちゃめちゃイケメンの体で話してくるじゃん、シ助って。そこがすっげえ面白かったんだよね、なんか。すっごい面白かった。 あ、鮫島さん、そういえばその辺、しんすけさんっぽいよね、ちょっとね。うん。消されたっつうか、まあ、あの引退の仕方かっこいいけどね、戻ってこないし。うん。うん、ヤクザの友達とったって話でしょ。しんすけっぽいなって思わないいや、ヤクザとの友情を取りますって話じゃん。結果、すげえなと思うよ。素敵やんって。<laughs> って <laughs> なんか、詐欺師のトークだよね。<laughs> なんか、本当に騙されそうっていうか、なんか、信仰宗教の教祖とか超向いてると思うなんか、変なね、説得力とかあって面白かったよね。うん、俺、あの人になったら騙されてみたいもんな。うん、入ったら最後。いやー、でも、なんか、うん、面白いと思うよ。 人生楽しかったら勝ちだからさ。俊介の話してね。えわ <laughs>。しんすけ沖縄でも授業やってるんじゃないかな。わかんないけど。うん

この枠が今、ふわっちで一番人集まってる配信とかもカオスでしょ <laughs>。どんだけ他の配信者つまんねえんだよっていう。可能英孝俺嫌いじゃないかな、別に。うん。狩野英孝別に嫌いじゃないよ。うん。ひじで遊ぶ。うん。スプーン曲げるの今度見せて。あ今度全然いいよ。たスプーンがね、ほんと家からなくなってくんだよね、俺の家。 年間20本ぐらい無くなっていくから。うん、スプーン曲げの嫌なところはね、スプーンがどんどんなくなるところだよ。うん、寝るか。もう寝よ夜更かししすぎた。うん、今何分 ?63 分か。 じゃあ皆さんおやすみなさいたくさんフォロワーさん増えて嬉しかったですメンタリストダイゴってどう思う最後にそれトークにしようかメンタリストダイゴは超優秀なえっ、ー、とえっ、ー、とね超優秀なマジシャン <laughs> 俺マジック見破るの子供の頃から超得意だったんだけどあの俺もうこいつは超 あのね、要は、メンタリストで、ここの心理を動かします。はい、何々で何々でって言ってるけど、普通のマジックやってんの。要はね、話術とマジックの融合なの。あれ、メンタリス、メンタリズムって。例えば、その、えー、僕今から後ろに立ちます、ね。絶対見せないようにしてくださいって言って、物を選ばせるってあるじゃん。この3つの中から選んでくださいってって、はい、OK です。あげましたね。僕見えてないですねって,って。で、席に戻るじゃん。 そうすると、はい、目を見てください。あ、何々さんは、これがこうで、こうで、こうで。はい、わかりました。選んだのはこれですねってやるじゃん。あれって昔からあるマジックで、あの、バイブレーターをお尻に仕込んでおくのね。で、物を持ち上げるとセンサーがついてて、ブルルって震えるの。それ昔からある有名なマジックなのね。超古典的な。で、それを発展させたんだよ。 要は、もう答え分かってんの。で、なんで、その、対象者から席を離れて、カメラの一番遠くに行くかっていうと、バイブレーターの音聞こえたくないからなの。周りの人に。自分だけがバイブするように、するためなのね。だから全部、計算で動いてるのはあれ。だけど、そのテクニックから心理を反らすために、そのこういう心理があって、ここで今チックで笑ったんですよ、とかやるの。あいつは優秀なマジシャンだよ。動画をダウンロードするので公開にしておいてください。了解で,いいです。 うん、カード当てるマジックってマジックに後から心理学付け加えてる心理学って言ってるだけ <laughs> 言ってるだけあれはただのマジシャンしゃべりが超うまいマジシャン、うん、はいそれが僕の,あの彼の見解でむしろ超優秀だと思ってますね新しいジャンル作ったんで、はい、じゃあ皆さんお疲れ様ですおやすみなさいこっちかカメラおやすみ バイバーイ。あ、今日ね、スパーリング配信あるんで、もしよかったらフォローして見に来てください。今日の3時からキックボクシングの,あの練習やるんで、僕が殴られるところ見たい人はぜひ見に来てください。おやすみなさい。 コメント欄荒らすなよバカとかハゲとか書くなよ何でお前動画の内容も見ねえでお前パッドボタン押してんねんもう。<laughs>